はいどうも皆さんこんばんは。8月6日木曜日、本日は気候な戸塚店から生放送です。せーの、戸塚にゃ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ステージスタートということで、皆さんよろしくお願いいたします。今何時ですか？12時6分です。ちょうど12時ということでね、はい、よろしくお願いします。山田また太ったな。太ってないおかしいな。やばい、今日もコメントめっちゃ来てる。ちょっと先読んでいいですか？はい、こうサボクの大変なんでね。あとこはこう、和骨こんばんは、こんばんは、今日もアンテナチコかな、こんばんにゃ、山ちゃん、あちゃん、あちゃん、こんばんは。おい山本、3週間見てなかったけど動画 見たらとんでもなく脱線じゃねえか、今日も見せてくれよなと頑張りますよ。こんばんは、平塚にゃ、早く言いたいな、だだだだだ、はい。あとこ昨日はチェリキチフォローしてもらえた。あ、よかったですね。和骨眠くなってきたぞ、早くして山ちゃん、とつか。にゃ了解です。今日も遅刻だ。今日も脱税を、つまみに、魚にビール飲みます。ありがとうございます。トン、あ、豚トツカーニャーね。はい、こんばんは。なんだよ、頑張って早く来たのに相変わらず、まだかよ、楽しみな曜日なのに。ありがとうございます。はい、本当にね。メンマ大魔王さん今日も安定の遅刻ですか？すいません。ただ山間ちゃん、今日も出せ言わせてください。何分遅刻かな？6分。今日も、暑いでメンマがうまい、謎の入金をし、あ、そうなんですよ。ちょっとね、告知というかですね、8月の8日にですね、はい、ベルサール汐留でですね、はい、花系の日がなんと開催されまーす。あれあれ、おかしいおかしい。何が関係あるんですか？それはですね、私たちがですね、酒パワーがですね、酒パワーの単なる宣伝ですよ。単なる宣伝ですよ。酒パワーが生放送するので、ぜひ皆さん、リンクさっき貼ったんだけど、あれですよ、8月8日は刑事打ちながら、それをね、片手に、携帯で見てもらえば。そう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 。違う。アツロクさんも出るんですか？アツロクさんも出ます、多分。はい。あ、違う。これまたわけわかんないの貼っちゃった。通常でもあれですよね、毎年だったら5つも8月7でね、そうそう、花系の日だと、ね、花系の日が、そう、8月7日なんですけど、今年は8日にやりますので、ぜひ。パパの日ですね、パパの日。8月8日ってパパの日なんですか？はい。初めて知りました、それ。パパの日、まあ、父の日じゃなくてパパの日です。それ、なんで、8月8日の土曜日、お暇な方いらっしゃいましたら、気候な戸塚店、ぜひお越しください。花のケージを打ちながら見てください。汐留に遊びに来てください。僕と握手、汐留で僕と握手。気候な戸塚店で携帯片手に。あ、なるほどなるほど、ね、はい、ということでね、まあ両方、はい、ね、汐留行って戸塚来ればいいんじゃない？そうすればそしたらね、刑事が空いてないかもな。あ、そしたら刑事が空いてないかもしれない、ね、かもしれないから。まあまあ、刑事を実際ね、台打ちたい方はぜひ聞こうの戸塚店ね、はい、遊びに来ていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、本日の志田騎手なんですけども、はい、前回ね、最後にアンケートした時になでしこがいいという意見をもらいましたので、今日はなでしこと、はい、今週どこもやってないロトコチ、はい、はい、を、2機種で、放送していきたいと思いますね。はい、了解です。皆さんよろしくお願いします。昨日横須賀店でもやったんですよね、なでしこ。なでしこやったんですけど、中志が2時間打って1回も当たんなくてなんかなり切れてましたね。おマジっすか。なんやねんこれっつって1回も当たらないの？1回も当たんなかったですね。ってことはあれですか、これで引き弱店長、当てればもう、あ、まあ確かに。あ、山ちゃんがじゃあなでしこ行く？僕なでしこ行きます。あ、山ちゃんなでしこでロトパチを、あんちゃんが行くという感じで行きますんでね、よろしくお願いします。はい、さすが戸塚、始まってないのにコメントすごいの、すごいびっくり。さすが戸塚、入院との癒着が半端ないしょうがないでしょ、大人の事情あるんだよ、いろいろ。あ、そうなんですか。大人の事情あるんですよ、いろいろね。ふろりながら見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。8月の日川花県の日か、そうですね。あんちゃんマットで行って。え、俺？いやいや、あんちゃんしかいないでしょ。あんちゃんって聞かれた。あんちゃん。あ、ミルク？はい。メンマに真面目に入金。元の神にまた仕事もやるとつかなんとかしろはよう。あ、すいません。なんか1年が早すぎるよね。もう花系のイベントだもんね。そうですね。早いですね。また遅刻かねぞ。こんばんは。俺刑事よりゴラムロイドの方が好きだわ。まるまる万円もらってます。5分遅れか。今週2時のとつかでロシアン頼むぞ。なんだ、遅刻、また遅刻か。こんばんはこんばんは。でもね、もうたくさん来てて読み切れないから、もうちょっと勘弁してもらおうかな。山田健康診断の結果はよ。健康診断はね、先週見てください。先週のあの
オープニング見てください。はい、そうですね。はい、盛り上がってますので。あつちさんと塚村さん、はい、こんばんは。あっちゃ痩せてない首が見えるよ。あんちゃんごめん、シャワー浴びてすぐ戻ってくるハート。だそうです。はい、そうです。ノーコメントだ。なるほど。男、ヤムちゃんとアンちゃんの冷たい目ね。そう、俺が花系の言った時ね。おかしいよね。あつきさん、これ違う。ニューギーのイベントなんです。そうなんです。ニューギーさんが主催しているあの刑事のための日をね、年一でニューギーさんがやってるんですよ。なるほどね。はい。その日あれじゃないですか。岐阜とかも出るんじゃないですか。あ、そうですね。岐阜とかも多分展示されてたりするかもしれない。プレスも来るんですか。プレスガンガン来ますよ。毎回だっていろいろ業界誌には出ますね。僕去年の花家の日で、うん、何でしたっけ、ジャンバリーさん、はい、ジャンバリーさんの人とかき氷早食い対決しました、はい、ジャンバリーには負けねえぞっつってね。じゃあミッションいいですか。何ですかミッション。俺にミッションですか。はい、何でしょう何でしょう。どこでもいいんで、もしジャンバリとかに出たら、はい、トツカーニャと一言。ああ、なるほど。僕が他の番組出る際にはトツカーニャって言えばいいんですね。はい、あ、了解しました。あ、すごいですね。著作権発見し発生しますので、言ったらね、言ったらね。はい、といったところでね、ちょっとね、時間の方も経ちましたので、はい、早速遊戯の方に移りたいと思いますので、皆さん2時間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでちょっとねカメラ位置調整しますんで少々お待ちください。音量とかどうなのかな。あ、ちょっと下げた方がいいかもしれないですね。あんちゃんもちょっと音量下げていただけるといいかもしれないですね。こんなもんでよろしいでしょうか。スピリットポイント。はい、ということでじゃあ早速打ち始めてください。お願いします。ちなみに数字何がいいですかね。数字、うん、数字選んで、あんちゃんの好きなのでいいですよ。あ、本当ですか。はいはい、もうコメントをちょっと読んでいきますね。ロットバシコの趣味、あっちゃんのちょっと心に入さん、米は打ちながらでいいんやないか、関西がケース大ルパンばっかりなので今週は全部関東見てます。こんばんは。こんばんは。このまま関東に移住してください。ニューギーはいいから打とうか。岐阜は多分あかんだろうな。なんだ、あれいきなり赤い。えまたこれ技術さんすんじゃないの。本当にいきなり。あ、さすがに。あ、したえ、ちょ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 止まれ。ラムクリスタートじゃん。おーおーおー、ギジさんギジさんいきなり山ちゃんギジさん、ちょちょやばいよ。おかしいでしょ。あ、ちょっとスペックの説明先しておいてもらっていいですか。はい、はい、機動戦戦士なでしこ2なんですけども、はい、一応大当たり確率が 299.3 分の1、はい、で、まあ普通のミドルタイプの機械ですね。はい、で、一応核変突入率が、はい、60%、はい、となっております。はい、で、まあ、右打ち入ればですね、はい、2分の1で16ラウンドと、はい、まあ、それはでかいです。2分の1で2400発、はい、2400発取れます、はい、出玉取れますので、その辺がこのなでしこのいいところかなと。はい、今ギジさん中ですか。何ギジさん中ですか。はい、ギジさんのリーチ。そうですよ、ギジさんのリーチ来てますか。うん、これ ね、 あのね、この魔法少女みたいのが、はい、お、み緑保留。あ、緑保留ね。これもう一回、はい、もう一回っていう可能性もあるんですね。戦士じゃなくて、あ、戦士じゃなくて戦艦なと。あ、戦艦ね。機動戦艦。なでしこ ST は、劇場版だからいいぞこれ。遅刻のお詫びのダサいだな、ありがとう。わかんないですよ。お座り一発で当たっちゃうかもしれないですからね、今日は。お、スイッチですよ、今日は。うん、山田は最初のリーチは外れるんだよ。山田劇場が始まる。これでもなんかね、うん、2個目の保留にもなんか回転してんのがあるんですよ。それね、あの昨日もなってたんですけど、あんま熱くないです。あんま熱くないの。当たるの。当たるわけね。山田ポケットからボタン見えてるぞ。脱線待ちか。あれもうこれで終わり。いやいや、まさかまさか、まさか2さんですから。えあれ
はい、ということで、外れー、マジで、ザマーって言っていいですよ、どうぞー。やりよった。お座り1回、吉さん、外れでございまーす。ダセー、知ってた。まあまあ、ちょっと弱そうだったもんね、ダセー、ダセー。まあまあ、まあでもね、1回転目に、今日は、まあそうですね、今日多分これ、調子いいですね。調子いいですよ。リーチですね。なんかまたいっぱい人来た。あ、あんちゃんもリーチ？リーチ。はい。山田の存在が疑似、いや勉強しないのはダセーな、こんばんは、今日のダセーチャンスは早かった、おにぎりの後かまだですか、もう、謝ろうか、調子乗ったな、中志はあんな演出見せてくれなかった、そう中志全然発展しなかったの昨日、疑似、山田、山田見事なロケットスタートだな、開始早々に欲しがりなんだから、あれなんかでも小当たりはしたみたい、うん、小当たり、あ、じゃあ25分の1、上4つ揃った、いや上は4つ揃ってた、はい、下はダメだった、あ、下はダメだった、いや、あの上4つ揃った時点で基本あの25分の1当たりですから、はい、で、下も揃えば揃えば、そう、突入のチャンスになる、突入のチャンス、はい、ダメでした、はい、何もかんない、あんちゃん、ロトパチのスペック分かってる？よく分かんないんでちょっと説明させていただきます大当たり確率が 25.986 分の1ですね、はい、でちなみに確変突入率が、なんだこれ、確変突入率が 25.975 分の1、うん、要は当たった時に、うん、次の1回転が 25.975 分の1で、うん、ここで当たりに突入すれば 97.5 分の、あ、 97.5% のループ、うん、ってことですよね、だから25分の1かける25分の 1、まあね、5分の1を、まあ要は、25分の1当たって、はい、要は真ん中の図柄まで当たるじゃないですか、はい、そしたらですね、この一応右打ちになるんですよ、はい、で電サポが、まあ通常0回か1回か7回、はい、もしくは次回までっていうのがあるらしいんですけども、はい、そこの、まあ通常1回転か7回転でですね、はい、25分の1を引き当てればっていうところですね、うん、なるほどなるほど、だ実質626分の1ぐらいだと、それぐらいですね、はい、それぐらいですね、ということは結構きついね、マックス以上のマックスで、ただまあ、 あの当たればですね、当たれば 97.5% ですから、 97.5% のループ何ラウンドがループするんですか、2ラウンドかな、2ラウンドぐらいが 97.5% のループ、はい、まあ、それをちょっと見たい、200発弱の出玉がずっとですね、3ラウンド引いちゃったら終わりみたいですね、なるほど、はい、そういう感じです、来た瞬間ナイス ナイス出せいただきました、ロトパチってどのスペック、あ、今説明したね、なでしこは最強リーチ外れまくりかと思えば初代のように弱いのであっさり当たったりもするよ、そうそうそう、やっぱこれもね、うん、結局あの突圧ありますんでね、はい、やっぱそれがね、うん、いいとこですよ、はい、今日は中村おにぎりさんおられないんですけど、中村おにぎりさん明日の小田原、扇頂点の放送ね出られます、今日最後の矢の激アツ展開でした、昨日とは何か違う、あんちゃんは当たりなんだけど突な、はい、矢一番の見せ場でした、ロトパチってダビスタみたいに格円入れるの大変な台ですか、そうですね、そうですね、皆さんはじめまして、私はいつも中村おにぎりさんから元気をいただいております、あ、そうですか、よかったですね、スケロクが言ってたんだけど最近の台は保留以外の赤の価値が下がってるよね、うん、確かにそれはちょっとありますね、地元に、ロットパチ入ってないよ、小当たりってなんで小当たりって言うんですか、外れてるから小当たりっていうより大外れでしょ、まあ、いやね、一応当たりは当たりなんですよね、うん、あんちゃんこれもまた当たりで4つ揃って、真ん中が揃わない、うん、いや、これあとレディーですね、うん、それあのちゃんと左 の、 そのちょっとしたアタッカーみたいなとこ入れなくてるんですよ、ここを狙ってねって出てますね、だから、それでちょっとやっぱ出玉出てますね、ああ、それで球はちょろっとは出る、球ってちょろっと出ます、はい、なるほど、お、ダメダメ、はい、625分の1とか、そうですね、なんか両方、うん、台両方とも地味な映像ですねまあ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 、うーん、来週の木曜戸塚に行こうと思ってるたんだけど、はい、右足にひび入って車運転できないからいけない、本当大丈夫ですか、危ないね、ひびとかちょっと、あ、緑保留、はい、緑保留です、オタアタック、なでしこは中途半端なのはほんまに当たらない、完璧は弱リーチ突圧オア外れ後のチャレンジじゃないと当たらない、なるほどね、エクスパイルみたいなもんですか、
だったかな。あちょっと違うかな。ちょっと違う。昨日の明石の件があるからなでしこまた2時までまったり見せられるとのかと思うとトラウマがある。ああまあ確かにね。あんちゃん、でも、でも最初からもういろんなことが起きそうですよね。そうですね。あんちゃん当たり見せてキャプテンハーロックか。97%でも、山さんの手にかかれた玉、あれですね、玉砕です。これが最後揃えばですね、はい、3が揃えば大当たりですね。3が揃えば、うん、今リーチっていうかその早くない。いやそんな何回も来てるの。うん来てる。あれも残念だね。はい、トツカーニャのみんなとツイッターしたいです、はね、横須賀がね最近結構やり始めてるんでね、初めの 25.9 分の1引いた時は出玉あるんですか。ちょろっと出ます。ちょっとね今 左のここを狙ってねってところで入れば、はい、正直なこと言っていい。はい、俺毎日アツロクさんが見たいんだ。ありがとうございます。なんだよ、明日は小田原大喜町かよ。池澤パイセンの漫画談義がないなら寝るわ。泣き込む談義さん、時短1回が 28.5% で時短7回が 11% チョクラッシュが 0.5%。 そうですね、うん、俺も毎日アツロクみたい。ありがとうございます。池澤さんと長野兄の、あ、今また4つ揃って4回、はい、こんなに当たるの。ちょっとさ、25分の1めっちゃ引いてんね。あんちゃん引き超強いよ。25分の1は引いてるからこれ いやでもね、だって今さ1回転とか3回転とか引いてるわけじゃない、うん、はい、それだからね、1回の電サポとかになった時にそれを引ければいいだけだから。なるほど、あーなるほどなるほど。これで3が来ればいいんでしょ。いや25、次は、あ、次は25なんだ、うん、ダメダメ。はい、東京9時50分発のぞみに乗って姫路に行って特急浜風に乗り換えれば3時、15時30分に勝見に到着するよ。早速明日行こう。いや明日は行かないですよ。私もじゃあ行っちゃうな。そしてギリさんじゃない。あれオラは変速前進ギジさん、お待たせしました。本日2回目のギジさんでございます。はい、山ちゃん、ウェイ、当ててー。あえ、突発になってる、突発になってえ、なっちゃう、期待か、期待、はい、あ、7点これはどうなん、なでしこの7点も熱いのかな。どうなんだろう、だが弱い。でも7点ってなんか熱いイメージありますけどね。本日2回目の焼き出さポイント、え、館長前出たよ。7点は確定。嘘でしょ、確定じゃないでしょ、絶対嘘だこれ。確定です。これ熱いって、絶対熱いよこれ。 あかん。え、確定どっち。いや確定はないな。あ、でもなんかロゴみたいなの出てきましたね今、うん、来月大阪から戸塚店に遊びに行きます。会えるなら話くらいはできますか。問題ないです。全然できますよ。ただいるかいないかはちょっとお休みとかがかぶっちゃうとねあれなんで。そうですね、はい、事前にお店の方にいますかっていう連絡をいただいた方がいいかもしれないですね。赤文字ですね。あ、また赤文字です、うん、あ、クジラッキー出てた今。クジラッキー出てますね。はい、クジラッキー来た。 でまた3を狙ってねって、はい、クジラッキー出たの。うん、各駅停車のことだよ、確定。あ、なるほど、クジラッキー。どうなのワンちゃんこれ。あ、まだわかんないですよ。うん、でも横のあれが赤いオーラになってたことは挟んだ。なんかレインボーになって、あ、当たってるからそれはレインボーになるのか。弱くないか、あんちゃんこれ挟んだった。山ちゃんは、うん、挟んだった。山ちゃん外れー。5個揃った。ちょっと、あ、そしてあんちゃんは5個揃った。ええ、これでどうなのあんちゃん、これはどうなの。これどうなんだ。これ5つ揃ったぞ。ロトパッチの仕組みをちょっとね、5つ揃ったぞ。うん、ちゃんと説明聞いて。出せ、外れ。ちょっとこれ、ギジさんこんなに外れんの。出せ、7点外し。いやー、今日も見せますね、山ちゃん。ギジさん2回外れ。ケイジだったら7点やん、来るのにな。電サポコ 1回か7回獲得だよ、ワンちゃん。あー、なるほど。で、それでまた25分の1を当てればいいと。7回の方が引ければね、うん、はい、結構熱いですよ。はい、知ってたよ、山ちゃん外れが当たり、タイミングを逃す山ちゃん脱線。山ちゃんごめん、今日も言わせてもらわない脱線。7点弱いんだ。なでしこの7点は、なでしこはそうだ、うん、なでしこはね、うん、19W が熱いんですよ。19W、うん、あ、19W だと超激アツだったような気がしますよ。なるほど、上のカウンター見て、上のカウンター、上のカウンター、
ベットした球に球が入れば V ラッシュ入場だって。はい、これからいつショータイムですね。矢はね、ああってうるさいんだよ。当ててから騒げ。あんちゃんシャワーからただいまだ。あんちゃんね、この後ね、はい、結構面白いから。あ、そうなんですか。なでしこというよりメーカーの。さあ来たよ来たよ。え、来たよ来たよ。あ、すげえ、なんか回ってる。そしてでっかい球が出てくるから。え、でこの何、光ってるところに入ればいいってことですか。そう、光ってるところに入れば、はい、もう確変です。で球が出てくる。今いいところ落ちたよ。あ、落ちろ、落ちろ、落ちろ、やべやべ、耐えて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 、まずまずまず、まだまだまだ当たりがない、当たりがないよ。落ちろ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 。あー、ここ、あー、惜しい。なるほど、あ、出来レース。でもこれ面白いね。え、これでもあれもう最初から決まってるんですか。実はだって多分出来レースでしょうね。基本はもうね、やっぱその中で1回転なんで、はい、それはもう決まって、その1回転の抽選で。なるほどなるほど。なんだこれ面白いなと、割と斬新。また挑戦してねって厳選の。なかなかね、うん、面白いよ。うん、思わずでかい声であーっと言ってしまった。あ、1画面でいいよ。え、結構ドキドキする。惜しい。ドキドキしますねこれ、うん。え、もう時短は抜けたってことですね。じゃあ、はい、また左打ちに戻してねって言われた。はい、でまた7回とかだとですね、はい、あれが7回やるんですか。光る場所がどんどん増えてくるんですよ。今7回だったんじゃないですか。7回だ、うん、マジで、うんうん、まあ、結構なチャンスだったね。なるほどね。あんちゃんの代厳選みたいだね。時短7回か1回がカウンター見ないと分かんないよ。7回でしたね。7回でしたね。どっちはダメですか。どっちでも多分意味ないと思うね。いや、なんか今ね、でもね、そのコメント、うん、なんとなく共感できたけどね、無理だと思う、うん。はい、あんちゃん大パンダ。あんちゃんプチ、興奮してる。ルリホリュー、あ、またギジさん。ルリホリュー、ルリホリュー熱いんじゃないの。ルリホリューのギジさんですよ。さあ、ヤマちゃん、ついに来ましたか。3回目ついに来ましたか。3度目の正直。ようやく来ました。皆さんお待たせしました。ヤマちゃんの大当たりがもうすぐ見れますんでね。こうご期待、こうご期待になりましたよ。はい、はい、ダブルリーチが良かったのにな。ロトパチで数字、選択できるけど、赤のみや黒のみの、数字選択すると女の子の衣装変わりますよ。なるほど。あちゃん、息子が外泊です。男の子って本当に分からない。子供に関係ないと言われても落ち込んでます。いやいやいや、もうね、外泊はねしますよ、若い頃ね、楽しくてね。山田早く当てて。山ちゃんすげえわ、ルリホリーはかくて。ギチさんそんなクールダイなのか。山ちゃん今日はダサすぎるよ。でもこれをね、今思ったけどね、はい、グラビティブラフトが来てないんですよ。グラビティブラフト、あのね、役物がガシャーンってくるんですけど、やっぱあれが来ないとちょっときついかもしれないですね。ね、山ちゃんちょっとうるさいよ。確定確定確定。山ちゃんの台も結構ざわつくね。ギチさんじゃないとあかんのじゃね。あれ、こんな前半で外れたギジさん。あ、何これ何これ。おおお、巻き戻し、いや、なし、外れあれ、この台ですね、ギジさんは結構来ます。いやいや、ちょっと待ってください。昨日2時間打ってギジさん1回も来てないと思います。マジわかりました。これギジさんは来るけど、ギジさん来るけど当たらない。まだ当たらない。まだ当たらない。それギジさんが来やすいモードなんじゃないですか、うん、モード実家に帰れ。劇眼が来たと思ったらダセ。もうダサいが忙しい。相変わらず見せるね。ダセダセ。ドトパチ打ちたい。山ちゃんの台はそあカットズ、インすればお渡りですか。今週導入台って全部クソじゃん。山田タイムカード切っていいぞ。山ちゃん、今度熱い演出来たらいつショータイムって言ってみて。ダサい店長。なでしこはそんな疑似さん行かないよ。ダサいモード、でかしたそうでなくて、中志は保留も変わらなかったのに。さすが山ちゃん。でも当たんなきゃ何も意味ないですからね。確かに本当に。いや、でもね、幸先いいですよ。あ、今日はいい。幸先いい。何か感じる。何か感じる。あれ、いや、山田の時って確か何も起こなかったんですよね。そう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 、山田の時は。山田？や、山と山と。あ、山とね、宇宙戦艦山とね。山田ラムクリしようか。風船がついてる。うん、三強も落ちましたね。ダイヤモンド2のやつをそのまま持ってきてほしいわ。来ない割に疑似さん全然当たんないよ。当たるとき大体疑似ない。なんか上乗せ03って何って。上乗せ、うん、
え、どこに出たの？ここ、右上。右上？数字が上がってついてる。あー、ちっちゃく、うん、ちょっと。あー、ゼロに戻っちゃった。上乗せが出るとやっぱ熱くなるんじゃないですか、これ。なんすかね。これで入るかな。あー、そうそうそう、その上乗せがあるとね、はい、ちょっといいですよ。なるほど。要はその分だけ、うん、あれなんですよ、あの要は数字がね、値の数字が増えてくるんで、値というか、あー、なるほど、 さっきのでかいルーレットの時ですね、はい、どこまでやるのかな、機動戦艦山田、ロトパチで数字選択で赤のみか黒のみにしてみてください。わかりました。じゃあ一回元に戻して、はい、ルリルリは俺の嫁。いや、今週のトツカ出玉ジミーマンコーナーないの？え今週すげー出たあれみたいなありました？何ですかね。寝台とかルパンとか。まだルパンとキャプテン翼はね、はね、うんうん、あ、今日午前中で、午前中というかね、2時ぐらいでね、もう5万発でした。すごいね、やっぱルパンはね。やっぱね、うん、結構出ますよ、普通に。やっぱこの間もなんか6万発ぐらいは出たんで。はい、じゃ結構やっぱり一撃性はすごいんですね、今回のルパンも、ね。まあさすがにね。うん、店長の格の力を見せつけるや。そう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 、そう、うん、あちゃん今日もおきゅうみ3で10連&9連して11万弱になったよ。最近ずっと勝ってる。おめでとうございます。おめでとうございます。その引きを分けてほしい、本当に。数字決定。はい、赤のみか黒のみ、どっちでもいいです。赤のみ、さすが山ちゃん見せるの外れ。鬼武者の予告しかね。ラムクリすると役物見れるから見せて。あ、本当だ、猫になった。うん、今日見れないと思うので。これもし黒だとどうすんの？やってみればいいんじゃないですか。猫って何が？あの女の子が猫の猫耳のかあれになった。なるほどね。気候なのなら、あ、じゃあその女の子で遊ばないでよ。じゃあこっちに行きましょう。まあラムクリスも当たらないけどね、なんかし。堀変化多いわら。山ちゃん、いつラムクリタイム。もう前のあちゃんはもっと真剣に答えてくれたのに、あ、外泊はしますよ。マジですか。いや、でも子供の頃っていうか学生の頃って結構ね、外泊とか楽しみじゃなかったですか。友達んち、あの泊まりに行くとか。あ、男の子外泊。うん、なんすか外泊って。だから友達んち泊まりに行くって。え、それさっき あれですか息子さんですか。そう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 。あ、ねえ、そんなことなかったですか。え、皆さんは。まあまあ、ただ楽しみでしたけど。楽しみでしたよ。うん、やっぱね、若い頃はね、そ、友達と遊ぶとかがやっぱ楽しいですからね。そう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 、うん、甘えたいのって。 赤文字だったけどダメか、うん、なでしこ保留4消化は遅いわけじゃないけど、何かがガセって外れるのかなと。何事もなく消化してくれればいいのに。当たらないときはあんちゃんの台あまり面白くない ね。今日ロトパチの大当たり回数はどんな感じですか。今日143回の100回出てます。はい、そうやって当たりを回避するんだ、ベーモンメンも。今日は何も食べないの。いや、ありますあります。あ、今日はありますよ、はい、今日ちゃんとですね、先週ね、うん、負けたんで負けた。あんちゃんがロシアンで負けたからね、あんちゃん、はい、まさかの2回目で負けたんで、はい、あ、そうですね、速攻でしたね。速攻でしたね。ちなみに今日は何があるんでしょうか。今日は当たったらのお楽しみ。え、当たったらのお楽しみ。あ、当たったらのお楽しみってことですね。あれ、なんだこれ、はい、なんとかゾーンってなってる。え、な重い金ゾーン、重い金ゾーン。はい、何か起きるかも。リーチか。単なるリーチじゃん。あ、ギジル滑った滑った滑った。はい、ギジル熱くないゾーンです。あんちゃんほんといい人。重い金。いや、外役も知らねえのかよ、ボンボン自慢か。山田さん今日も素敵。山ちゃん逆押し7狙って。前々から思ってたけど、アトロクさんストーカーには気をつけてくださいね。いやいやいや、いないですよ。あ、でもですね、今日聞いてくださいよ。どうしたんですか。僕ココイチに行ったんですよ。はい、ココイチに行ったらすれ違うお客様に、弱いなおい、あ、圧力って言われた。ありがとうございます。すいません、あんまり話せなかったんですけどね。いや、ココイチで圧力って言われるとは思わなかったんで、ありがとうございます。本当声かけていただいて。どこにいるのかな。ルパンゴイスワラ。関根さんかな。あーちゃんメンマ食べないの。黒だ、食べないですね。あーちゃん黒だと裸だよ。いや絶対嘘だなこれ。俺小5の時から外泊してる。黒だと裸ですが、やってみますか。いや、なんないって絶対。あーちゃん、マット部の色は何色ですか。白ですか。マット部はね、シルバー。シルバー。シルバー。何それ。
いやだっていやゴールドじゃないことは確かです、うん、友達といたい年頃ってあるんですよ、友達いないよりいないよりいいじゃないですのかなと思いますよ、夜にバット部はね、うん、青です。青、はい、なんで、それはお店の一部のお店の名前に青という名、うん、青を英語で言ったブルーっていうのが入ってるんで。ブルー、はい、伝わりにくいよ。伝わりにくい伝わりにくいよ、夜に徹夜で桃鉄した時は楽しかったなぁと。ああ、子供の頃ね。よくやるね。あママと あれやってたな、うん、何ですか。あのウィーレやってました。あ、ウィーレだいぶそれもう大人になってからじゃないですか。ウィーとか。え、ウィーじゃないよ。あ、ウィーニングイレブン。あ、サッカーね。はいはい、僕は友達が一人もいないのでアトロクさん友達になってください。そしてその証に 100K だけください。おかしいでしょ。今日金色遊戯中に私と隣のおじさんが ST 中同時に剣を押せって表示されて、おじさんは当たって私は外れた。心の中で山田並みのダセーだなと自分思いました。でもね、そればっかりはしょうがないよね。ダブルリーチ熱いよ、ゾーン熱い、ご飯食べながら放送見てるときが一番落ち着く。ありがとうございます。熱録じゃなくて熱いちだね。ココイチの方見ていらっしゃいますか。ロトパチのラッシュ突入率は529分の1くらいだからマックスの SE より引けるはず。ココイチの店員みんな熱録のこと知ってるよ。絶対知らないでしょ。熱録ライターはココイチでもらえるんですかね。いやいや、もらえないですよ。ココイチね、シルバー何気にリアル。ココイチとドラコラボすればいいんじゃないですか。誰がですか。アトロクさん。僕がですか。お前誰だよって言われたら終わりですよ。いや、少々アトロク、大好きな人いるよね。あっちゃんはいつ勝みに行くんですか。今月中に行けたら行きます。どうやら私が打つルパンは継続率 82% ないみたいなの。山ちゃんのもね。ココイチのカレーにマイメンマ持参してるんですか。してません。ココイチで何食ったの。店員おすすめは納豆とチーズカレーやで。あのね、納豆とチーズ、うん、僕はあれですね、野菜カレーを今日はいただきます。何これ。ん、ああ、でも、じゅんちゃんも納豆入れるの大好きですね、カレーに。あとここあこれだね。桃鉄も新作は出ないんやで。先週の海ブラックバラ、新ルパン ST 中の上皿の玉の減りが気になったな。あっちゃん打っててどう思った。同じこと思いました。あ、そうだ、圧力の時にメンマって言うようになったの、みたいですね。近くのスーパーに圧力に似てるスタッフがいるのなんか見ちゃう。まあ、僕みたいなのいっぱいいますから全国にね。メガネかけててこう太ってればみんな僕と同じですよ。そこにモコミチ入るんですか。早見もこみちはあの別名ですね。通称です、通称。トツカバ出演者がよく喋るからあっちゃんが込み込みできないね。ロトパチでロシアンして、ウィールは最近のはリアルすぎてなんか難しい。今日確かにね、最近はもう全然やってないですからね。今日はゼロでオープニングが出た時に頭の中で山田がカットインして外れました。山ちゃんこっち向いて、みんなにご挨拶してね。はい、アトロクとポークカレーのコラボ、アトロクライターってキコーナーとのコラボですか。いや、そういうわけじゃないですよ。そういうことじゃないですね。なんで今日キャプテン飛ばせじゃないんだよ。ダセダセあダセダセダセ、キック&ダセって言いたかったんだ。ミニロトとロトパッチはどっちが当たりやすいですか。ロトパッチですね。はい、ココイチって鍋持ってくとルーだけ買えるんだってね。マジですか、うん、北海道にあるね、スープカレーの店も確か鍋持っていけばカレー買えますよ。私も自宅 でもカレーに納豆入れるよ。カレーライスプラス納豆プラス生卵が美味しい。じゅんちゃんが納豆食べるの。あとあれですよね、うん、関西の方ってカレーにソースかけますよね、はい、あーかける人いる。そう言われればでもどうなんですか。そうね、ソースかけたことないからわかんないんですけど。じゅんちゃんが納豆食べるのは純汁のネバネバのためでしょ。知ってる。ルパン簡易止め打ちでする。カレーなければ結構増えるよ。納豆美味しい。激辛カレーに納豆入れると辛さがマイルドになる。今日当たり見れそうですか。見れると思います。なんでメンマって言うようになったの。わからないです。こっちみんな、こっちみんな、山田勝手に激出せ。こっちみんな、じゅんちゃん最近ニコ生出ないんで、いや次回は絶対出るって言ってましたよ。あれ、いやなんか
太ましくなったね、こっちみんなスローのもあースロットのも持ってて面白かったな。面白かった、面白かった、山ちゃんがその角度でカメラに向くとダンカン似てるよ少し、今度は25分の1が引けなくなったあんちゃん、はい、こっちみんなデブを飛ぼ、今夜はこの後どこ行くんですか。帰りますよ、ラーメン二郎も鍋持ってくと入れてくれるよ。へ、明日はココイチ大盛況やで宣伝を打つ矢の大当たりって今じゃ懐かしい、釘しなみに目指しよね、純ちゃん最近ニコ生出ないね。関東だけどカレーのとんかつソースかけるけど、あ、じゃあスターですか、うん、カレー行けたって、あ、ここ行けばカツカレー頼むとあソースね、普通に関東でもソースかけるよ。カツカレーだったらかける人はいるのは知ってるんですけど、うん、普通のカレーのルーにそのままソースかけるんですよね、うん、そうそうそう、やらないですね。カレーにドロソースが美味しいよ。そういえばこの前県王ボーナス、あ、なんかそうらしいですね、関西の方ドロソースって有名ですよね、うん、県王ボーナス種ありからのバトル敗北種ありからのバトル敗北、はい、やっちまった山田謝れそれ完全に僕もそれやりましたねそうですね、そうそうで、残念ながらラーメン二郎にまで鍋持っていっても入れてくれるサービスはもうやってません。さ あ、 あ山ちゃん今こそ言うのだ、ピアノ打ってちょうだい。はい、ありがとうございます。ポテトサラダにソースかけても美味しいよ。ほう、あー、なんかそれよく言いますね。ソースと卵最高。ラーメン二郎って地元にないけど美味しいんですか。え、ラーメン二郎でな鍋持ってくそうで、な何を入れてくれるんですか。スープ全部全部全部、うん、だけど今そのサービスやってないみたいですよ。あ、うん、生卵入れるわ。カレーに気分によってはとんかつソースも醤油もかける。醤油、醤油、ラーメン二郎は一種なんで、卵は卵も入れない。ソース卵はカレーに入れますよ。生卵、生でも、うん、生はドライカレーだったら入れるような気がする。いや入れないな僕は。ゆで卵はじゃあ入れますよね。ゆで卵はまあ美味しい、美味しい、うん、でも家ではやんないですね。あ、そうなんですか。あのココイチって卵トッピング、卵サラダを頼んでその卵と食べるぐらい。へー、家ではね、うん、基本ゆで卵。家のカレーに何入ってるんですか。え、何入ってる、うん、カレーの中身。普通ですよ、お肉と野菜。いやいや、もっと細かく教えてくださいよ、もっともっと色。人参と玉ねぎと、人参、玉ねぎ、じゃがいも、はい、とあとお肉ぐらいじゃないですか。肉は何ですか。肉はね、その時によりけりですね、はい、豚の時もあれば、うん、チキンの時もありけり、うん、やっぱしゃぶしゃぶ用の肉うまいですよね。あー、おいしいおいしい、あれはおいしい。カレーにしゃぶしゃぶ用の肉入れると、ジロー行くもんじゃないだろうあれ、吉野家のポテトサラダにごまドレッシングをかけて食べるのが好きでした。いや、またなんかそれおいしいですね。ソース入れるかどうかなんて結局親がどう作ってたかだろう。親とか、ジジババが関東なら入れる確率が上がるだろう。なるほどね。その論争ね、うん、関東関西であるの、うん、あるのが、うん、麦茶に砂糖を入れるか入れないかっていうのがあるらしい。いやいや、そんなの入れないよ。入れない、絶対入れない、入れない。でも友達ん家に遊びに行った時に、うん、あの甘い麦茶を飲んだ時に、え、衝撃を受けた。え、あるんすかそれ本当に。あるあるある、あります、あります、あります。普通に美味しいですよ。美味しいですよ、普通に美味しいんですよ。え、何ですよ麦茶に砂糖って。麦茶に砂糖、甘いの麦茶が、甘い麦茶、うん、あるんですよ。いやいやいや、それ無理だよ無理。じゃあ美味しいんだって本当に。レンチャーしてる時に山ちゃんが箱を変えてもらう、あ、山ちゃんに箱を変えてもらってレンチャーが終わるのはなぜですか。トランスフォーマーで5連続単発引いた時に思わず山田って言ってしまいました、すいません。ポテサラのソースは当然だよね。カレーにキムチ入れるな、入れるな、圧力入れない。山ちゃん優しくささやく声でお母さんって言って、あ、非常にココイチのカレーが届きました。山ちゃん関西の茨城サイトの前の店長に顔似てるね。え、サイトの店長、それ機関坊店長じゃないですか。え、いや、前の店長、北山店長か、北山店長似てます。あー、でもなんかなんとなくニュアンスは分かって、メガネかけたら、そう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 。カレー登録を、今日の、あ、違う違う、明日の昼ご飯はペヤング食べますが、皆さんペヤングに何をかける、もしくは何をトッピングしたら美味しいですか。ペヤングはね、普通ののじゃなくてね、うん、今はまだ出てないんですよ。2倍盛り替え派をシンプルに食べるのが一番美味しいと思う。あ、2つ、スープ、でかいやつね、でかいやつね、うん、カレーはチーズ、ただね、
焼きそばやっぱね、からしマヨネーズですよね。いやもう僕からしが嫌ですね。え、はい、からしが嫌だ。僕からし好きじゃないですね。え、そうなんですか。からしとかわさびとかデスソースとかも大嫌いですね。え、一平ちゃんのじゃあからしマヨネーズも食べないですか。絶対買わないです、絶対買わないです。だから一平ちゃん自体買わないんじゃない。普通のマヨネーズだったら買いますけど、トッピングが、はいはいはい、からしマヨネーズだったら絶対買わないです。いやね、焼きそばにからしマヨネーズはめっちゃうまいですよ。いやいや、からしはいらないですね。ココイチのカレーラーメン食べてみたい。山ちゃん、今日の当たる確率何パーセントですか。20%です。だいぶ上がった。カレーちょっとだけ前をかけない、かけないな。そういえば今日の夜ご飯、牛すじカレーだった。うまそうだな。牛すじカレーうまいっすよ、絶対。うわ、いいな。一杯目には普通に。牛すじカレーってね、自分で作ったんですか。じゃないですかね。どっかで食べたのかもしれないですけどね。あとね、あれが美味しい。なんですか。あの昔学生時代のやってた時に、うん、ピュアカレーって北海道の、うん、あの西京な、な、何カレー。ピュアカレー。ピュア、うん、ピュア、うん、それが美味しいの。へ、うん、北海道にしか売ってないの。北海道のね、西京の、うん、あ、食堂には大抵どこもあったような気がする。知ってる方いらっしゃいますか。知ってる方多分いると思う、うん。2杯目はチーズ入れたりするなと思ったもん。嫁の愛は、愛も入ってんだろ山ちゃん。変なもん入れなくてシンプルで福神漬けたっぷりのカレーがいい。あ、いいね。だって私カレー作るときに隠し味に醤油入れるよ。うちの隠し味は牛乳、隠し味牛乳、醤油、ケチャップ、オイスターソース、ウスターソース。圧力の空の財布見せると補充してくれる。圧力に空の財布見せると補充してくれるよ。3回くらい 50K 足してもらったよ。カレー食べたくなってきた。ハウスが出してるカレーの友というレトルトのスパイス入れたらめっちゃ美味しくなる。知らない。カレーの友、うん、カレーの辛さにはこだわらない。あ、今なんかね、うん、あるんですよ。そうなんだ。カレーのコクを作るやつとか、うん、ほうほう、それを入れるとなんかすごい、ま、美味しくなりますよっていう。カレーは辛いのが好きですか。カレーは辛いのが好きです。あんちゃんは辛いのはいいんですけど、痛いのは嫌です。あ、そこまで辛いのは嫌だ、うん。卵入れるとカレー冷める。カレーの話聞いてたら久々にサンゴ礁行きたくなってきた。あ、サンゴ礁いいですね。入れないね佐藤は。実家のカレーは前日の残りの揚げ物入ってた。でもそう考えたら圧力さん、インドカレーって絶対食えないじゃないですか。いや食べないですね。あんまりだから、チキンバターバターバターチキンバターチキンが好きです。ああ、うん、なるほど。そうそう。蒲田にね、美味しいカレー屋さんいっぱいあるんですか。行ってみたい。うちは豚肉だな。牛肉カレーは外で食べるもの。ほうほう。カレーの隠し味はチョコレート。それはもう紅茶だ。あ、チョコレートって結構ありますよね。うん、それは奥立つ、うん。関西の麦茶と砂糖入れるよな。あ、関西入れるんだ。紅茶に砂糖入れるみたいなもんかな。関東江戸川区だけど、子供の頃麦茶に砂糖入ってて、じゃあこれも家によるんだろうな多分。そう、あ、そうか。でも紅茶には確かに砂糖入れますもんね。そうそう。で、うん、一切入れないのが、なんか九州の方は、うん、麦茶に砂糖はほとんど入れない。麦茶ってそれ冷たい麦茶なの。そう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 。あったかい麦茶。いや、冷たい麦茶。ペヤングの激辛バージョン関東先行発売らしいから山田食って。激辛バージョン、はい、赤いやつ。そんなあるんですか。ありますあります。本当にあります。あります。いや、ちょっとそれ食べたいですね。はい。我が家ではカレーのトッピングは厚揚げで。厚揚げ、初めて聞いた。結構ボリュームがあっていいですね。あれですよね、植物性タンパク質だから。麦茶に砂糖から。あまり玉でもらうお菓子って美味しいよね。名古屋の喫茶店でソーダ水っていうとメロンソーダ出てくるよ。年のせいかココイチは胸焼きするから何年か食ってないな。25分の1どれくらいハマってんの。143回です。はい、生卵。今年はだからの、麦茶にハマっとる。650入ってるし、優しいやつ。 ありますね。うん。山ちゃんって楽天のデブ奥文そっくりだよね。あんちゃんは今何回当たってんの。5回当たってます。はい。あっちゃんデスソース大好物じゃん。違います。松屋で牛丼にフレンチドレッシングかけると美味しい。美味しい美味しい。裏メニューっぽいやつですよね。うん。この間大崎一万発の番組見たら、激アツ外しでダセーな俺って言ってた。ここのリスナーなんだろう。それはないんじゃないか。圧力のおでんの回思い出したわ。よし、中しにからしを用意させておくね。一平ちゃんは絶対からしマヨネーズ入れないと。ですよね。からしマヨも美味しいよね。明日仕事なんでもう年末録画見るね。おやすみなさい。おやすみなさい。カレーを混ぜて食う派はいいから。
あ、ニコラス今日見てるはずなんですよ、うん、あ、なるほどね、うん、今日もなでしこもノーヒットのようか。あ、ようやく6回転目。はい、でも上乗せらしいからちょっときついのかなこれ。夏野菜カレー、水一切なしでトマト缶切って作る、カレーの隠し味コーヒーの缶。あ、これ揃ったよ。え、これいいんじゃないの。え、これあ、いいんじゃないの。テンパイじゃなきゃ、テンパイじゃなきゃ、ゆりかドライブってなってるよ、うん、あ、大丈夫だよ、緑保留前来たから止まるでしょう、はい、よしよしよし、また来ました。疑似3ですか。いや、疑似2ですね。疑似2ですね、はい。でも赤い、いや、これ多分疑似3行くと思うよ。うん、いや、カレーライスよりライスカレーのよあれが似合うよね。昔焼きそばパコーンが止まった。ずれたずれた、東北だ。はい、これで疑似3です。はい、全速前進。いいよ、熱い方の先読み、だが緑弱い、約 40%。 他の日は出演者がよく変わるけど、とつかはいつも固定の2人だよね。あんちゃんがバックれない限りはね。もう全固定のね、はい、ダブルリーチな年だよな。ゆりかドライバー4大演出の1つ。あ、そうなんですか。コメントよろしく。お桜から、中志もし見てたら泣いてるんじゃないか。ダセー先読み中。あ、桜から出たんですか。出てました。桜から出た、わかんない。あ、でも赤だ。うん、ちょっと熱い。これは今までで一番熱いかもしれない、ね、うん、さっきから食べ物の話しかしてない。やっぱデブ3人いたら仕方ないのかな。カレーに目いっぱい、サバカレーっていう前の、缶詰になってるやつ。あ、なってたやつですね、うん、美味しいですよね。ピュアカレーもうないよ、カレー ないんですか、うん、カレーには、うわー残念、かぼちゃ入れる、軽く溶けてうまい、コンビニとかで辛さ20倍カレーとか売ってるよ。カップ焼きそばって美味しいけどカロリー高いよね、はい、レトルトのカレーだと何の銘柄が美味しいの。レトルトだと、うん、レトルトだって今いろんなの出てるじゃないですか、まあそうね、日本全国ご当地カレー、うん、一応ですね、横須賀海軍カレーがおすすめって言ってみましょう。あ、そうですね、ニコラスなら当たるよ、だから山田だからないよ、発展先が弱い、これないわ、4台はちょっと弱いね。4台チャンスはユリカドライブ、バカバカ背景、突撃グラビティブラストだと思う。はい、アズレー、なんかもっとないの。疑似さんこんなに外れるんだ。山ちゃん、葛西には月何回行くんですか。大体、まあ1回は行きますね、はい、なでしこないわ。レトルトだとハウスのバターカレーが私は好きなの、250円くらい。わかつ、スライムカレー食べた、食べてないですね。出せ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 、まあまあ出せ、ミドルホリの時点でオッツ、疑似さんの価値が低すぎて出せ出せ出せ、超出せ。これやがな、星 2.5 か山ちゃん、これは、引き弱いって話もそんなのみんな分かってることでしょ。安定の出せよつ、4台室は、入ってもこんな感じなのか。ゆりかドライブめっちゃ熱そうだけど、もう一つ熱いの欲しかった。山田もうちょっとだね、やっぱ山氏相性悪いねこれ。中氏元出せ何も起きなかったからね。インドカレーの方が辛くない気がする。スパイスのイメージだけどいろいろ入ってて割とマイルド。池田店長や山田店長今度カレーに付き合いや。あ、池田鎌田池沢や山田店長今度カレー付き合いや。マジックスパイスのスープカレー美味しいよ。下北にあるんだけどスーパーにもルーが売ってる。唯一グリーンカレーは食べれません。インドのグリーンカレーうまいよね。北海道のブルーカレー美味しい。ブルーカレーは頭いかれてる。ブルーカレーって何が入ってるんですか。いや、あの青いやつじゃないですか、カレーの色が。何それ、なんかあるんですよ。ロトパチ、詳細教えてクレメンツ。詳細、まあ、25分の1の初当たりを引いた後に時短がついてる時とついてない時があって、はい、ついてる時にまた25分の1を当てると、はい、ラッシュ突入して97.5% のループに入るっていうことですね。蒲田のうまいカレー屋ってどこですか。は、インドカレー屋さんがいっぱいあるんですよ。ね、あの蒲田店の近くにもですね、はい、あのフルバリっていうカレー屋さんがありますので、はい、そこはあの非常に美味しいです。はい、今何食べ放題ですよね。あ、そうなんだ。お昼はね。ああ、ランチは、次回の食べ物カレーにしないですか。何気にセブンのカレーがうまい。カレーに肉は入れない。シーチキンだよ。ああ、シーチキン。いや肉でしょ。関西だけど砂糖は入れないね。一軒、あああれかな、あの麦茶か。カレーなら三宿にある喜楽亭が美味しいよ。
つぼ焼きカレーとテイクアウトで、カレーパンもあるよ。ロトパチ出てますか、お店で出てますか、ロトパチは。ロトパチはもちろん出てますよ、はい。罰ゲーム今日は出ましたね、うん。アメリカだと砂糖入りの甘い緑茶売ってるよ。今ね、うん、どこだっけ、ファミマかなんかの、はい、伊藤園がなんかなんかで、あの朝の緑茶かなんかが甘いやつですよ、うん、甘い緑茶が売ってますよ。あんちゃんはもうカレーは飲み物に行ってないの？あー、2度目行ってないですね、なかなか。約 半分経ちましたが、相変わらず当たりませんね。疑似さん何回か外した後何もないな。なでしこ全然見せ場なくなってんじゃないか。金曜日の放送はルパン関東初打ちと30分延長の力を借りて1000個目達成して喜んでたよ。あ、鎌田かな。あら、ね、たくさん来てました ね、来たぞ。北本のトマトカレーも美味しい。北本よし、圧力の放送に遊びに行ったら、SB のからしチューブあげる、いらない。ゆりかドライブを読んだやつです。あ、この辺から読んだかな、はい。あ、大枠、あ、大枠赤フラもあったね。 あ、それ熱いんじゃん。だって確か山田も疑似さんも外れると思え。そうだね、もう疑似さんだけじゃダメですね。山ちゃんもうやめてもええんやで。山ちゃんは昨日の中氏の責任も背負ってることを忘れないでね。中氏はまだ若いから今日はね、しっかり当てないとね、うん、はい。あんちゃんは DT ですか？違いますよ。もうロトパチに期待しよう。 0.5% の直ラッシュ引こうぜ。あ、はい、頑張ります。グリーンカレー食べると速攻でお腹ビビになる。いやはもう年だからな、出せえんだよ。そういえば池田店長が関東で一番真面目なのは俺と山田店長って言ってたよ。隠し味は甜麺醤入れるといいよ。25分日どんだけハマるんだ。時短は1回が、128.5 12.85 か分かんないな。7回が 11% 直らしが 0.5% です。あ、そうなってますね、はい。みんなはドライカレー好きですか？ドライカレー好きです。好きです。ロトパチテラッシュ突入率何パーセントぐらいですか？ラッシュ600、合わせると、うん、ドリームラッシュトータル突入率が626分の1になる、はい。要は真ん中と 右打ちの時で、うん、両方で当たらないといけないんで、はい。ロトパチハマりすぎじゃないか。時短は1回が 28.5% 7回が 11% 直ラッシュが 0.5% なら大体 25分の1引けば 40% ぐらいはついてくるってことですかね。そうですね。いや今打ち始めて1時間経過してるの知ってる？もう、うん、もうすぐ早いね。もうすぐ1時間。青いカレーは食欲が湧かないみたいでダイエットに効果があるみたいだよ。あんちゃんもしてみたら？久しぶりに。いらっしゃい。帯広はインディアンカレーで有名だけど何が特別かわからなかった。今日当たった、当たってはないかな。帯広はね、うん、カレーよりもね豚丼が美味しいです。あ、豚丼美味しいね。今は食べれないけど箱根の大涌谷で真っ黒のカレー食べた。まあ、今ちょっとね、うん、規制がかかっちゃってるんでね、しょうがないですけどね。628分ぐらいで、ラッシュ入る。あ、こんばんは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 。いつもは YouTube で見てるんですけど今日は飲み会があって遅くまで起きてるので動画で見てます。ありがとうございます。いいとこ見せれるように、はい。ロトパチって赤か青ずからで4つ揃えばいいんですか？はい、5個ですね。あ、ね、自分でね好きな数字全部選べるんですよね、うん、はい。で5個揃えばいいんですよね、はい、はい。ロトパチのラッシュ中デラマ性能分かる人教えてください。北海道ブルーどころかレインボーカリーを、出してて吹いた。あっちゃんにおでんにからしつけようって。そういえばアキナの59分の1の台まだある？あります。あれめちゃくちゃ甘いから未だに打ってるわ。投資 3K で満発とか出るし。ああ、そうなんだね。お食ピラミッド店よりもラッシュに入りやすいですか？いや、入りにくいんじゃない？入りにくいですね、はい。あっちゃん、おでんは何もつけないの？つけません。この流れだと1000個目余裕だね。やっぱ戸塚店すげえな。鎌田は1000個目で大喜びしてたの。あんちゃん頑張って。展開によっては2000いくよ、戸塚に。山ちゃんとあんちゃんは聞こうな。他の店舗の配信見て一緒に働いてみたい人っていますか？僕らがですか？はい、誰ですかね。でも大体あでも関西の方とかはちょっと分かんないですけどね。あ、そうですね、まあ、関東だったら大体分かりますね。関東は大体もうねみんな知ってるんでね、はい。あんちゃん今何回転？55回転目、はい。ロットパッチは ST 入るとどれくらいの期待出玉ありそうなんですか？ロットパッチはでも大体平均でも7000発オーバーですよね。結構ありますね。また今日もなでしこ当たらなかったら気候の車内で問題になるんじゃないか。眠くなってきたよ。頑張って、もうちょっと頑張ってます。うん、おにぎりだと2時間、これ本当に299かな。うん、
ああ大当たり確率そこに疑問を抱き出したの。それはね間違ってないと思う多分。うん、コメ大幅加速は山田の激アツ発進かかってる。そうだね、しかしミドル1時間もなし、ロトパチも時短1回だけとかあっていつものことか、はい、そうですよ、じゃああんちゃんのロトパチの当たり番号って何ですか。今ね、赤でやってるんで3、4、もうダブルリーチ超これなのかな。17ですね、はい、ロトパチに出てる女の子はセクシー女優の方ですか。どうなんですかね。ではないんじゃないですか、うん、すごい、今日80歳ぐらいのおじいちゃんがキャプテン翼を当てていて38連してた。すげえすげえと思った。山田も見習い、そういや今日パチ打ってる時に地震来てビビった。あ、来ました今日。茨城県の方が震度4だったんで。ああ、そうなんですか、ね、山田がスペック疑い出した。地元でなでしこ夜7時で大当たり2回で吹いた。なでしこマックスだと思ってたわ。上に書いてあるの見忘れ。あの一応マックスもあるんですよ。そうスペック2つ発売されてて2スペックありますからね、はい、戸塚店にあるのは、ミドルの方ですね。です、はい、299です。ロトパチって導入少ないですか。ロトパチはねそんな多くないと思いますね、うん、これ本当に299かな、いやこれ4文字熟語で責任転嫁って言うんだぞ、山本名言集その31これ本当に299かなこれちょっと面白い関東の通常配信飽きたぞーと。あんちゃん当てて。頑張ります。一生懸命頑張ってちょっとあれ変えましょう数字。なでしこ2が他の店舗の回転数も含めると何回転しても当たらないってことなのか私も打ってる時にあれって思ったんだけどやっぱり地震だったの、睡眠不足だから自分が揺れてるのかと思った。2回言うと面白いね。全然当たってないからっててっきり399かと思った。戸塚のなでしこ騙されてマックス設置されてたんされたんじゃないの。店長達成、なでしこはアタッカーこぼし少なくて好きだ。数字混合の方が当たってたよ。名言集30まで気になる。ちょっと山ちゃん番面確認して 299? 一応ね確認したら299って書いてあるね、はい。アイカウスビシティのビビットルーレットのガセ煽りよくるね。ビビットルーレットね、全然揃わないですよね、あれ。早く山田のこれはさすがに来たでしょうが聞きたい。最近全く勝てない僕ですが何かオカルト教えてください。それを勝てない僕に聞くんですか当たらないから脱水チャンス来るまで二窓でストッパー見てくる。なでしこは、アリアスペックで出してほしかったな。マジで疑ってたのかや。赤来たよ、30個のうちの1つ。もう1時なんですがロトパチは上の4つ揃うのが 25.9 分の1ってことですか。はい、はい、そうですね。ロトパチの娘は星名美月っていうグラビアだって。ラッシュで女の子の映像を見るかロードランナーミニゲームか選べるよ。今日と昨日でキャプテン翼3300ゲームハマってたって。すごいな。そろそろ当たり見たいんですがお二人さん。はい、頑張ってます。朝早いけどもう少し見ます。ありがとうございます。ビビットルーレットって確定。一度エヴァでルーレット揃って当たったけどいや確定じゃないですね。まあまあ暑いんですよね。はい、暑いのは暑いと思いますけど。リスナーを代表して、打ち手お二人にお聞きします、はい、いつまで待ってればいいですかそれはあの僕も知りたいです。まああと20分ぐらいで当たるんじゃないかな。まあまあもうあとちょっとでしょう、はい。これは熱いよ名言集24。世界水泳で星選手が 200m 平泳ぎで金取ったよ。すごいじゃん金メダル。早く当ててください山ちゃん。はい、あんちゃん腹減ってきて元気がなくなってきたんじゃないか。いやそんなことないですよ。山ちゃんお風呂入ってくるから戻ってくるまで当てないでよ。当分当たんないだろうけど。あ、そういう時は当たるんですよ。ちなみに山本の名言集その22は CR0 より赤赤赤コロ来た行くでしょプシュー面白い。それねあった気がするねこれ面白いねロトパチの一撃戦みたいね。そうだね、一撃戦だよ、ね、ロトパチの設置割合、から言って、最後配信になりそうだからラッシュ見せてください。あとちょっとでしょ、また来週。うわなんだよ名言さん。あ、名言さん、うわなんだよか、地震が来た慌ててみんな外に出たのに ST 中の人たちはずっと打ってたな。マジか、星野美月とか胸熱。ビビットルーレットはビビットで確定じゃないのか。ビビットルーレット当たり確定じゃないんだって。確定だと思う。確定なんですかあれ。わかんないです。揃ったことないですもん。名言集集めてる方やっぱり名言1はあ
あダメだったかな。あんちゃん早く当てて。ぜひロトパチですよ、どっちの伝説を。山ちゃん、ロトパチって何であるんですか。ロトパチは今2台あります、はい、あ、確定じゃないよ、ビビットルールですね。名言11、あ、ビビットルーレットって普通に外れますよ、そういえば、うん、僕エヴァ8とかなんかね、エヴァで結構外れたようなイメージありますよね、揃、うん、ったことありますもん、うん、名言11、なんで当たるのかな。山田名言日めくりカレンダー作ったらいいんじゃないか。山田名言その60、よし、うなぎ食いに行こう。圧力の好きな名言は何ですか。名言ですか。それ山ちゃんの名言ってこと。あれですか、ビックリマシンで名言集作ったらどうですか。何種類作るんだよ。カレンダーとかいいよね。あ、でもあれじゃないですか、あのよくあれあるじゃないですか、あのゲーセンとかに行くとプリクラで文字入れられるやつ、うん、だからあれで山田店長の顔写真を作って、うん、なんか手書きで名言集を全部書いて、あ、名言ね、それでシールにしてあげるの。もうやっぱり白黒で作ろうとしたら白黒で、白黒やっぱりこう格言的なね。うん、筆的な感じですね。そうそうそう、筆的なやつで。スロットで積んでる時とか自信持ってたら怖いな。ビビとエヴァで2回外した。ビビと煽り多すぎ。地震東京震度いくつだったのかな、ご存知の方教えてください。震度はね、3か2かが、うん、名言集その18、ギョグンギョグン、止まれ止まれ止まれ。全部外れた時のやつだよ。台ごとに期待度は違うのね。ロトパチのラスト突入率で500分の1超えてない、超えてます。ビビットルーレットはビスティに止まらないとガンガン外れるよ。違うよ、ルーレットでビビットさせれば確定じゃないか。ロトパチは時短引けないと見せばないね、 40% 時短。なんかいつもより違う箱が落ちてきたわ。お、お、疑似連、はい、エヴァナインのビビットは、マリリーチ行くと諦める。ちょっとちょっとサプライズボタン、ま、待機って出てるよ、やばいやばい、ほら来た、パコーン、プシュ。それ太郎かなんか。名言 T シャツ買わせ、鉄拳のビビットを外した。外したっていいじゃない、だって山だもの。名言集誰得だよ、口の言葉。言葉尽くしだし、ビビットは、たまにしか来ないくせにそれほど熱くない、当たったら起こしてください。なでしこたチャンスのダンス好きだわ。あ、なぜなになでしこだ。うん、洗濯終わったから干したんだけど名言が出るんじゃないか気になって席を外れない。あと記憶に残ってるダセってある。記憶に残ってるか、鬼武者じゃないかな。鬼武者とかなんだろうな。あ、名言か、ダセダセでしょ。記憶に残ってるダセって難しいな。ね、あの時ありすぎて。何でしたっけね、あの魔界の。あ、またルリちゃんだ。あ、ルリちゃん本流。名言の中に当たった時のなんてあるんですか。みんな山ちゃん大好きだね。エヴァナインビビットルーレット 一番弱い率当たった。皆さんよく覚えてますね。名言 T シャツ作って来年の夏コミに、あ、コミケ、出展ですね。おい山本早く当てろ。あんちゃんリング並みの大パン期待します。恋仲見てますか。見てます。眉の S10 外しも最高だった。ゼロのオープニング予告外し、あ、ゼロのオープニング予告外しあったね。いやあれね、うん、だ2回ぐらい外れましたよね。うん、ルリは弱い。AKB のマネージで金爆弾外したときは面白かった。ありましたね、うん、雨で。ほら、魔天使、魔天使来た、また、また歯車パイセンかよ。名言集13、桜来たよ、これ来たでしょ、扉扉、扉出てくるから、プシューン。全部で、終わりはプシューンなんだね。名言1、トツカーニャ。あ、これはそうだね。そうですね。バイオゼルの金文字大王が面白かった。あったね。こう、思い返す、こう 言われると思い出すね。ああ、あったあったってなるよ。タロウのサプライズボタン待機の回、YouTube ないよね。あれもう一回見たい。なぜ何は、ダブルでテンパイはめっちゃ熱いよね。3分の3で当たってるよ。あ、なぜ何のダブルですか。はい。なるほどね。俺が選ぶ山ちゃんの名場面は、金色でガロ保留に2つ出して、余裕かまして保留連って言って1つ目のガロ保留外し受けた。ガロ草原の350発が面白かった。あ、あったね。
350発はなかなか出せないですよね。こんばんは、山ちゃんの激アツ外し面白いけど日常なんだよね。そうだね。山田名言集24。あれ当たっ、当た、あ、あ、て、あんちゃん当たったの、はいみたいな。あ、あるね。刀剣は180。いや、あんちゃんいつもね、熱いリーチが来てるの言わずに、ね、言わないですね。あ、当たりましたみたいな、うん。T シャツ作って、景品に出せるように預けに相談してみたりというか。あ、私も覚えてる、ゼロの時、あ、今賛成からだったよね、あれ賛成からだよね、見た、確か賛成からだったよって言ったと。ああ、そう言われると。はい、箱、箱、はい、なあ、すいません、ありがとうございます。はい、あ、今リーチ4つ、あ、4つ揃った、4つ揃ってますね。ちょっとあんちゃん交代しようか。いや、あ、だよ、頑張ってください。そろそろ当ててくれや。今来て、当たった、まだです。気候な流行語大賞を年末ぐらいにやろう。山ちゃんと違ってあんちゃんは当たるのが日常だから、報告が必須、報告の必要がないんでしょ。あんちゃん名言集、エヴァうちより変わ、変わりましょうか。あんちゃん言ったっけ、変わりましょうかって。あ、言ったことあります、うん。ロトパッチンは、最初の時短7回という最大のチャンス外しちゃったからもう無理かもよ。なんだか山ちゃんの追悼放送みたいになってるな。変わりましょうかはマジウケた。それとも、それとも最終回のような。あ、最終回クジラッキーまた出てきた。え、クジラッキー、キャリーオーバー発生中だ、うん。クジラッキー出たの、うん、クジラッキーのスロット出ますよね。あ、出ます出ます、うん。クジラッキー出たらとりあえず時短付きじゃないの。あれ、あ、ダメだった、外れ。クジラッキーで外れんの、うん、クジラッキー笑。賛成から全身タイツを。あ、なんこれ劇ガンガー出たよ。名言集タイツにしよう。劇ガンガーチャレンジだって。これは熱いの。熱い、あ、今赤文字出なかったですか。いや、突角チャンス、突角チャンスだそうです。あ、そうなんですか。はい、全員揃ったらいいんだ。全員揃ったら何、劇ガンガーボーナス。お、でかい、ほら来た。おー、これ大当たり、これで当たり、来た、おめでとう、劇ガン。また地味な当たり方しますね。劇ガンガーボーナス、劇ガンガーボーナス、おめでとうございます。あ、なんで来るんだよ家から。何これ、確変なの、これで当たるのかよ、変な当たり方したなと。何やってんの、嘘だって。やばいやばい、これ新劇ガンガーボーナスにしなくちゃいけないの。これは、あ、まだ確変かどうかわからないってことですね。わかんないです。はい、微妙な当たり方。8ラウンド確変、八ランド学園じゃなかったっけ。山ちゃん普通に当ててよ、当てるべきじゃないだろ。やば、当てんなよ地味。なでしこと関係あんのかこいつら、劇ガイン。じゃあ台交換しましょうか。スッキリしないな。芯があるのかよ。図柄がないと北斗伝えられか。たまなんかブーブーしたよ。お、あら、劇勝利。おお、ということで学園突入ですね。これで行きました。 SP104 回転。なでしこキャラで、なでしこキャラで当てろよ。さっき風呂入るって言ったものですが、一言言わせて。おい、なんで当てちゃうんだよ。なでしこの中のアニメだよ。さあ山田、劇場版してくる。よくこれね、うん、大当たりめっちゃ早いんだよね。あ、消化が突入率おいくらですか。 60%。 はい、劇場版 ST、 劇中劇で当てるとか。ちなみにこれは ST が何回転ありました、何回転あるんですか。140じゃないですか。 ST はですね、104回転です、ね、はい。で、その間に、その間に 78.3 分の1。いや、簡単ですね、 ST キーね、山ちゃん簡単ですね、簡単ですね、やっぱね、簡単ですね。この後爆連が待ってますから皆さんね、1時間お待たせしました、まあね、すいません、大体、ですね、で74%ぐらいの、継続して。あんちゃん5個揃った、あんちゃんもそろそろ行こうか、行きたいです ね来たんじゃないこれ。すでおめでとう。 ST 中はベースが劇場版になるのね。あんちゃん当たった、あんちゃん当たりましたよ。残りの 40% 当てるんだろう、うん、山ちゃん。山田台交換したいんだろう、早く交換しないよ。しないあんちゃん時短来た。即抜けはやめてね期待。始まりました恒例の104回時短。
ST じゃなくてもう時短扱いなのね、山ちゃんだからね。お赤赤赤赤文字赤文字赤文字電杯電杯、はい、よし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 、まあ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 来ましたよこれ1回くらいはね。えは何これあえ、ボえ、今のだけ嘘増えてってる赤なんて理覚山ちゃん ST スルスしたときはリスナーを取ったのします。えあんちゃんどうなの？あ今でも7回転目で。あ7回転？あんちゃんは7回転。また7回転？うん。いいよ。ケースだじゃねえか。今のも名言でしょ。ビスティ。騒ぎつけすぎて相変わらずだな。おい。ねえ山ちゃん騒いだ時に外れると名言になっちゃうよ。エクストラだった。あんちゃん熱い。あんちゃん熱いよこれ。熱い。あんちゃん熱い。あんちゃん結構当たりあんの？うん。うん、多分あると思いますよ。なんかさっきの時が運命をってなんか。赤赤文字だよ。これ来るでしょ。赤文字赤文字。テンパイテンパイ。よしプシュル。出ました赤赤文字これ来たよ。なんであれなんで2回目の大当たり出ないんですか。はいおいなんかあんちゃん当たり多くない。ほら光ってんのめっちゃ多いよ。めっちゃ多いじゃん。多いのあんちゃんめっちゃ光ってるよ。当たるとでかいぞ。あんちゃん頑張れ。あやばあさっき の連続してるとこで恐らくそう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 今度は多いね。あ落ちろ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 。いやーダメか。あー落ちこせあー残念。まあまあしょうがないよねあんちゃん、ね、こういう台だから。あ山ちゃんはねんだうん、ダメね。いや、あんだよ。いや、山田店長が当たったんで、お夜食持ってきます。はい。4つ連になった。あ、ちなみに、今の時短7回で当たる確率 76% 近くあるよ。そんなにあんのそんなにあんの?2回外してんの。はい。惜しい、惰性。あんちゃん、どっつく準備だ。山本名言集、その36。赤、赤、赤、テンパイ、テンパイ、テンパイ。これは来たでしょ、プシュン。あ、なんか人がいっぱいいる。本当だ。これはそう、本当に。じゃあ、これが名言3、いくつですか。任せの失礼になってたのに。そうだね。腕よしよし。さあリーチは止まって止まって止まって。よしはいリーチよし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 。でもロトバチ面白いね。親食あんちゃんかわいい。山ちゃんする確定すげえできるですめっちゃ爆笑。三陽クオリティあ惜しいな。でしこ先読み4。もう一枚いってもう一枚いってあいいねいいね。もう一枚いこうもう一枚。あでも星 3.5 いいよ山ちゃん。いいんじゃないのこれ。うんただいま38回転。あ、ルイちゃん出てきた。これ熱いよ。ST 中の確率は 78.3 ですね、はい、ほら保留を今隠してるから。お、チャンス。これ金保留とかになっちゃうんじゃないですか。いやいやどうせ緑でしょ。あ、緑かもう一回外れろ外れろ外れろ。ほらレバーだ。レバーです。どいプシュンだった。いや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 あんちゃん&山ちゃんこんばんはこんばんは。山本の名言集その37。あこんな人がいっぱいいる。出せ出せプシュンわらわら出せ出せはい出せ出せ、やばいよこれ。子供いるんだから画面指さしてルリちゃん出てきたよとか言わない。出せ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 基本プシュンなのか出せトイプシュンわらやばいやばいちょっとやばいな。いややばいやばい残り55回転でもほらあと半分あるよ。まあ半分ですからね。でもなんか紫にほら光ってる。いやねこれ紫あデフォルトです、ね、デフォルトはい、これは長い名言になりそうだ。あ青保留になった。はい懐かしい画像だわ。今日もダセーで、稼ぐね山ちゃん。金保留とかになっちゃうんじゃないかな。ほら引けってプシュン。今日はいい見せ場がない展開かプシュンプシュンプシュン。戸塚の込みの重さはやそうだよ。ST スルータイムかだからしょうがないね。やばいしか言ってねえじゃねえか。今日は名言ラッシュですね。さすが山本先生ですわ。これは時短かな。赤保留以外空気だよ。名言集これ赤保留になるんじゃないの。あ緑か。ルリちゃん出てきたよって卑猥な言葉だったの山ちゃん最低。やからプチュン2回目終わっちゃうよ。いやいやまだまだ40回転ありますから。もうダメだおしまいだ。戸塚の米のおさ矢がたくさんやらかした時ってことだな。そうですね。山ちゃん名言集はいつ頃発売予定ですか。あ半分終わっちゃった。もうダメか。おあほらまた人増えてきた。あ緑だ、ま、ほら緑緑 あれ来たいっぱいいる。全員来た5さあ緑図柄天杯青保留なんだよな。ただ継続率は一応 74% ぐらいはあるんですよね。
山ちゃん今日もコム稼ぐのうまいね。止まって止まって、よしよし、はい、リーチでーす。保留変化しないかな、もう。なんで山ってダサいのにこんなにポジティブなの。16ラウンドは2400発ですか。そうです、これ弱い、ダスちゃん。リーチ確定なだけ、当たり思いは ST 駆け抜ければもう形勢じゃねえか、分かった分かった、期待通り。出てきた出てきた、ルリちゃんルリちゃん出てきた、ルリちゃん出てきたってことは堀を何色に変えるんですか、ルリちゃんは。頼むよ、赤に、赤にして赤。うん、継続低いな。山本時短104ってへその振り分け何パーなの。緑だよとりあえず数字が3つ揃ったら騒ごうか。外れろ外れろ。2400台多いね。山ちゃん改めてダサいプシュン、ダサい、ね、だと思ったよ、ダサいテプシュン。また緑だな、安定の緑。ルリちゃんじらすね、残念緑でしたざまあダセ、ゲスな笑い、安心、安全緑ダセ、緑大好き山田先生これやばいな。残り34回転、さあこれはまずい。おまた青保留ですね。あ、回ってる保留が来た。あ、ちょっとチャンスですか。これチャンスじゃないの。あ、青衣装にはなるでしょう、うん、とりあえず。名言集、もうテンポソニークラスばっか来るなよ。ルリちゃんに興奮する山ちゃん、早く当てろ山田。プシュダ、今来た、だいぶ盛り上がってますね、こんばんは。せっかくの SE を華麗にするさせるのか。そう、通常じゃ多いやろ。どんどんリーチが弱くなってくるほらまたルリちゃん来たどうせ緑なんだよな。あ、緑、どうせ緑だよ。もうルリちゃんはね。でも3テンパイはどうなんでしょうね。あ、緑だよ。へ、変態だ。山本先生、時短が終わりましたら画面に向かってドヤ顔お願いします。表紙にしますのでドヤ顔っておかしいでしょ。スルーしたら寝ます。じゃあ先にアズロクさん、はい、あ、ありがとうございます。お夜食あんちゃん持ってきてくれました。じゃあちょっと見てみましょうか。あったかいですね。スルーしたら出そうですな。ルリちゃん大好きだな山。星が 3.5、2.5 ってどんどん下がってますね。そう、山ちゃん、そうなんですよ。緑保留の空気っぷり、いや緑の好きだな。名言集27来たよ。あちゃあちゃあちゃ、肉まんかな。肉まんっぽいですね。青保留かよ。これはあちゃん何でしょうか。食べてみてください。食べるの先に。いや食べてください。からしが入ってる。ルリちゃん仕事できない。グリーンプッシュだ。あ、テンポしてる。おい、はい、リーチでーす。弱っ。あんなにルリちゃんが出てきて喜んでたのにもう期待しなくなってきて確かに青保留ですね。割れよし、もう一回割れ、これも割れ、おっと、おもう一回割れ。あー、3.5。 どうせ緑なんだろ、プチュン。どんだけリーチくんだよ。じゃあ私この間にいただきたいと思います。あれ、今回ルリちゃん出てこない。あれ、肉まんです、肉まん。一応餃子バーガー。あ、餃子か。あ、言われれば餃子の匂いがする。おいしい、うん、お願い。なんかすごいですね、最後。さあ、これ最後からなの。最後からだとプシュンって言いますね。うん、天敗職人山田、安定の単発、に、先手借り。やばいやばい、期待しなくなったらついにルリちゃん出てこなくなる。あと長いの、焼き小籠包が。メステロ焼き小籠包もあるんですか。逆にルリちゃん出なくて青保留のままだったから熱いと思ったの。あーボフ。おい山本、下打ちするんじゃないよ。ルリに見捨てられた山田。気候な自由だな、仕事しながら肉の山までお夜食、当たったら食べれるんですよ。安定のプチュー。ダメだ、まだ笑うな。ブブブ。あ、焼き小籠包、あ、いただきます。熱いのはちょっと、いやー、そろそろね、はい、そろそろ赤保留とかあげんだよ俺。じゃあこれ山ちゃんに。いや、餃子バーガー分かったっちゅうの。はい、プッシュダ店長、ルリも見捨てる山田。ダメだ、またはなんであんちゃんが食べてんの。だって当たってるもん、8回もラッシュ入ってないじゃないかすごい、あんちゃん当たってるもんってそれ25分の1当てただけだろあ、これはいいんじゃないの山ちゃん。どうなんだろう。あー、何も起きないな。山ちゃんスルーだから食べちゃダメ。そのうちルリちゃんから脱せて、吹き出し出そう。もう諦めぬ回転数だな。スルー脱せ準備中。キコーナではなでしこはハマる、 ST も底落ち、ネガティブキャンペーン展開中です。そろそろ赤ホリウッド、お
あと18回しか残ってないじゃないか。あんちゃん OK。山田の赤は錆びてるから赤なんで。だって当たってるもん。エニーなんてあんの。あんちゃん店長の、下克上か。あんちゃんはいいの。あんちゃんは。やば。さあ残り5回転。これね。うん。うん。やばい予感しかしないね。おいしいこれ。本当にタンパツかよ。緑で騒がないでください。ここはリーチで、確定なのかな。あ、どうだろう。どうなんだろう、うん、やっぱり安定のスルーやな。もうスルーした瞬間皆さん用意はいいですか。一気に行きますよ。あと少しです。スルーした瞬間皆さん一気に行きますよ。お願いしますよ。はい、お疲れ様でした。単発でも104回転まででしょ。すげえ。これ大丈夫。あと4回転あるから。あと4回あるよ。すげえコメント。ダセえ。ダセえ、ダセえ、ダセえ。うげえ。ダセえ。だよ、これ罰じゃないよ。いやいや あと4回転あります。いや、ね、もう来ないよ、こんなところ。一応ね、ステーキ104回まであるのね。うん。超出せ、無理出せ、お風呂に、行く前に言わせて出せ出せ出せもったいない出せ、どんだけ名言やった気がするの。あと4回あるよ。4回で入るなら ST 中来るっちゅうの。今日怖くて打てないよ。生きてる意味あるの。無理無理、もう降格だな。無駄遣い ST にゃにゃにゃ出せ。あ、なんか今赤フラッシュした。また名言。ほら、おお、右右右右、何なんだよ。今のちょっと面白かったよ。今のは面白い。ちょ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 、もうね、あの手が面白かった。いやー、これ青だもん、もう弱い。あ、これは弱い。あー、もうダメだ、ダメだ。あー、残念。ということで104回転終了しましたね。はい、お疲れ様でした。手まで入って変なやつ、あれ、あ、まだある。えあれじゃないですか。あ、右の保留があったからほらほら、右右右、なんだよ、クソだせえな。老人がやる手の動きだよ。面白かった、楽しい。あはい、お疲れ様です。あ、青保留になってますね。あ、あんちゃんが青保留。ちょっと待ってね。はい、保留変化初めて。ちょっと待ってよ。ちょちょちょ、今赤フラッシュしたすん。脱線かける100。お、赤フラッシュしたよ。右右右、見た見た。ムーリー、米一気に増えたな。山本の名言集その34。今赤フラッシュだよ。右右右、なんだよ。1時間ちょっとで1400コメ稼ぐ山田。とりあえず池澤さんに謝ろうか。そうそう、老人が手が、震えてる感じの手だったな。爆笑しちゃったよ。きつすぎやろこれ。今の赤フラッシュした。今の赤フラッシュきた。あー、面白かった。いやー、山ちゃん面白かったよ今のは。うん、今日一応面白かった。ちょっと興奮したんですけど。興奮したけどダメだったというね。ST 入っても当たらないのでキコーナーにはいきません。それ山ちゃんだけですからね。脱線を生で体験できてよかった。また当たるの1時間後か。名言集、おおお、あーあ、あー、ダサかった。あんちゃん引き続き頑張ってね。で、頑張ります。なんで山田も夜食食べてんだ。あー、当たったもん。山くわりでエヴァテンも期待できんな、こんなんじゃ。山本先生、今の感情を顔で表現お願いいたします。3、2、1、どうぞ。山ちゃんは手入れしていいよ。さあ残り30分でございます。早いです。はい、こっちみんな今週も大爆笑。おい、みんな気づいたか、まだ1時30分だ。山ちゃん三強に謝った方がいいよ。ギジさん外れ頻発で ST 速落ち。当たって食べられるスルーでお夜食取り上げでしょ。山ちゃん当たったの。山ちゃん中市を超えたんだ、頑張れ。こっちみんな、この脱線タイムを待ってた。こっちみんな超えたんですよ。うん、引き終わって炎上返上ですよ。まあそうですね、一応ね、当たりは見せれましたからね、一応ね。そうそうそう、当たったもん確保する。もう赤文字と赤演出来たら、あ、赤だよ赤の名言がパッと頭に浮かんで外れそう。山ちゃんは今日も、今日はもう諦めてるでしょ。いや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 、山ちゃん、なでしこ面白いですか。いや、面白いですよ、うん、でもね、一番面白いところの16ラウンドを体験できなかったんで。ああ、そうですね。
昨日ルパンで1500ハマって山田が脳裏によぎったのでやめました、スルーして引き強とは、肩払いたいわ、三強に謝ろうぜ。さっきの矢の手の動きが明日思い出し笑いしそうで怖い、山ちゃんもロトパチでラッシュ狙おうか、しかもなでしこの当たりが王道じゃなくて微妙な当たり方だったんだね確かに。で何玉出たの？何玉でも先発ぐらいですかね、はい、山ちゃんもロトパチやったらどうですか？ロトパチやろうかな。あ、ロトパチやりますか？視聴者の方、ロトパチ2台の方がいいですか？なでしこまだ見たいですか？最後の4回転が一番面白かった、山ちゃん、これはエヴァテン導入見送りだな、ね、打ち手交代したら展開が変わるかもよ。いや、打ち手交代しようか、うん、はい、じゃあ、アンチョになでしこやってもらおう。なでしこがいい、なでしこやろう。あ、じゃあ、打ち手交代にしましょう。そうですね、山ちゃんがロトパチ、あんちゃんが、なでしこ。これだけ消化させてください。はい、ラッシュが見たい、ロトパッチ右右右は面白かった。交代おーどんどん、おお。時間じゃない、これで右打ち。あんちゃん交代しよう、交代いや、これだけちょっと右打ちだけやらせてください。なでしこの、通常図柄は、昨日からいっぱい拝見しましたので、ロトパッチになると思ってるんですよ。なんなんだよ。まあまあ両方行きましょう今日はね。ロトパチは出せ言いづらい、あのあれだよね、最後のあのこの玉のあれの時に外したらやっぱダサいよねおお、ロトパチは、あー、おー、なでしこのどこが面白いかさっぱり分からない。山田当てろ、ルーレット揃った。あ、なんか出てるよ。え、何？なんか出てたよ。突撃ビビットルーレット来ただって。マジで？うん、ちょ待って、熱いって。ダブルリーチ、ダブルリーチ、これ熱いよ結局戻ってんじゃん、もう。あんちゃん頑張って。下水店長やな、なでしこビビット。ブラックス、わっ、星 4.5! やばい、これは来た。やばい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 。これは来たんじゃないの？これもらった。うん。いや、手を離したから来た。エステバリス、来た。まさかの見逃す、激アツリーチやん。これ絶対やるじゃないですか、最強リーチに近いでしょ。一回離れた途端、山田どっちなんだよ。戻るとこがダサい。この席を離れ30秒経ったのでラムクリです。いやいやいや、ブラックサレナやん。保留が赤なら赤、赤保留。これは外していただきたい。山ちゃんが席外した瞬間、山ちゃん、これで当たったら当たったでまた伝説ですよね。さあ来るか、はい、ドーイ山ちゃんが席を離れたら当たりました、おめでとうございます。来たよこれ、これ来たよ。やっぱね、山ちゃんが原因なんだな、これは。やっぱりね、いやー、これは濃感です。何なんでしょう、簡単のね簡単簡単席離れればよそ見だ方、あれ、あんちゃんは何言ってんだ、あー、またダメだ、あんちゃんダメ、あんちゃん また70%だったんじゃないの今だって。時短7回でしょ、7回時短7回外しすぎじゃないの、もうそれ隣のおじいちゃんに、取られてるから、あんちゃんおめえ、きっと確認もあんないよ。ほら山田、台交換しろ、卑怯だぞ山田、席離れた方してんじゃねえよハンドルごとして離れば当たるよ、ラウンド中離席しよう、劇場版の最初決戦だから熱いね。よし、ラッシュ入ってよ、ラッシュ入ってよ、おっしゅしゅ右右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 ある意味すごい、やっぱりね、預けんとドッペルゲンガーのあんちゃんのアムクリだ、矢が近づいたせいだなと、脱世大爆笑。あ、でもこれ ね、あ、これ8ラウンドでも結構出るね、1200発出るんだ、はい、ということでチャンスタイムは時短が100回転ですね。まあまあ299引ければ、はい、もらったようなもんですから。そうですね、山ちゃんもう本当勘弁してください。誰か空気読みすぎて面白い。あんちゃんが打ってたら SC 入ってたよ。You Get Burning 歌いたくなってきた。おいおい山本また時短かよ。てかラウンド消化早いな。さっきめっちゃ早い。玉、うん、がまだ出続けてるもん。時短100あるから引き戻しも3割はあるよ。交代 してれば、
戸塚で山田の手話なんて見たくねえぞ。山田が台を嫌がってるところがすごい。あ、緑保留になりました。あ、あんちゃん緑保留、これは来るんじゃない、はい、ST で当たらないのに引き戻せるわけがない。山ある意味すげえよな。299離席した一瞬で当たる確率ってどれくらいなんですかね。まあ299あ当たればってさっきまでこれ本当に299かよって言ってたくせに。あんちゃんに時短打たせました。ロトパチ時短7回の場合突入率 25% でしょ。あ、4分の1くらいだそうですよ。ああ、そんなもんなんですね。16ラウンドでも30回転まで出続ける。そんなにずっと球出続けるんだね。俺ね、めっちゃね、早いんだよ、ラウンド消化が。あ、ダメだった。またね、これでなでしこ ST ここで引き戻せれば、またね、来週のね、あの、お食事をですねST できるわけですよ、山ちゃんね。まあまあね、消化は素晴らしい。あんちゃん、山ちゃん超えてね。ロトパチはもう時短で引けないから直ラッシュ引こう。マックスのなでしこは継続率いいのかな。継続率は一緒ですか、マックスって。あれ一緒だっけかな。ちょっと待ってください、調べます。あ、調べられない、消しちゃった。あ、これだ。何が違ったんだっけな。ですね、 ST 中の当たり確率が違います。あ、やっぱそうなんですね。 ST 中の大当たり確率がマックスだと63分の1で、ミドルだと78分の1。大して変わんないね。うん、で ST 継続率が、マックスだと 81%、 ミドルだと 74%。 あとは、ST 突入率は 60% で同じですし、 ST 回数も104回転で一緒、ラウンド振り分けも一緒です。だから ST 中の大当たり確率の方がいいでしょう。うん、そう考えたらミドルの方がいいかな、うん、ねえ、うん、継続率がいいんだよ。継続率マックス 80% 全然違うだろ。変わるわ、変わる変わる変わるわ変わるわ。いやでも、うん、通常の値確率100分の1上がるのに、うん、パーセントは 6% ぐらいでしょ、うん、あ、緑保留、もう一個変わった、もう一個変わった、ラウンドショットより出せえの、はい。山田あるあるのその1、スペック疑っといて当たったら簡単語ってね。でも山ちゃん、うなぎの時って午後から用事あったの、行けたの。あ、行けましたね。行けました、行けました、はい、80%ね。昨日の中市は何だったんだろう、嫌でも当てられない。今日はあんちゃんがラッシュ入るまで放送でしょ。どの口が言ってんだ。いや、ミドルは続かない、大して変わらないとか言いながら SC する山田。ミドルの方がスルーする確率が高いからいいってこと。いやいやいや、あ、山ちゃん的にね、当ててから言えよ。俺も山さんと同意見、あんちゃんのラッシュ待ちです。こういう腹出しの台はパーソナルの方が楽でいいな。確かにね、確かに空気緑緑はダメだね、うん、またあの劇眼がリーチいかないかな。そうですね、ビスイの時短やぞ。赤保留でも釣りばっかりやろ。うん、4つ揃いましたね、今、とりあえず。あ、4つ、あと1個。4つ揃ったら時短は1個つくの。いや、5つ揃ったら時短がつくんですね、うん、なるほど。1時間前に緑だよって言ってた口が言うな。劇ガンガンになりたければ立てどけろ山田。お、5つ揃ったー。ちょっとあんちゃんの画面全速前進大きくしてもいいですか。どうぞどうぞ、はい、僕青保留なんで。あ、違う、今度こそあんちゃん頼むよ。とりあえず上乗せ3つ、あんちゃん時短何回。いや、わかんない、まだ上乗せ3つは確定してたから。はい、あー、止まんないか、あれな。山形芋煮から食べてですか。 あんちゃん時短何回、今度こそ頼むよ。時短1回、ね、1回っぽいですね、はい、来るかな。意味ないけど多そうなところでボタンを押してみませんか。あ、プッシュボタンをね。いやでもね、結構今回ね多いんですよ。多い多いんだけど時短1回になったの。あ、
それから意味ない、俺のコメントの手前で山田が圧力に質問するもんだから圧力様にコメ読んでもらえないことたまにある。マジで熱い時以外は静かにして35歳一つ、そういえばあんちゃん今、今週岡山行くんですか。行きます。あ、行くんだ。行きます。これね結構ねついてんですよこれ。うわ、めっちゃあるじゃん。だけど多分ダメだと思う。え、ギリギリまで押さないと。ダメだよ、押してまだ押してまだ、まだ早い。さっきの連続のコメントを押さない。そうそう、まだ早い。えっと、あそこ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 、お、押して押して押して。いや、もう押されちゃったやばいやばいやばい、あ、痛がる。頑張れ。まだまだ、そこまで耐えて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 、まだまだまだ耐えて耐えて耐えて、まだまだまだ耐えて、まだまだ耐えて、落ちちゃう。あはははは、かよ、はい、いらないよ。惜しいよ、これは惜しかった。いやでもこれちょっと興奮できるね。今勝手に落ちちゃったんか。うん、うわー、もうちょっとでね、もう大当たりゾーンだったのにね。うん、いや、あんだけついてても何でそこ、なんだこれ、おもろい。これ当たんの？もう見てる側がビクッとなるわ。できれ、できれなんだよな。まあ、できれだとは思うんですけどね。落ちるところは決まってる。そこ来ればってところで、そうだね。出来れなのかな、これ出来れです、うん、多分一個だけ外れがあったとしたら、うん、本当に当たってなかったらそこにしっかり落ちるようになってるんでしょうね、うん。あれ、山本さん時短は順調ですか。残り32回です。はい、ロトパチの子は星名美月なんだな、ね、はい、パップナーのスロットみたいな出来ですか。あれ、山田はしれっとするか。スローのパフナーに通じるものがあるな。セグでわかるんじゃないの、あんちゃんの台。セグで、セグで、あー、いや、セグは、あ、上のセグでわかんのかな、うん、ボソンアタック、緑保留です。デキレでもあそこに落ちるのがひどいな。10回までいけばいいんだろうな。でも、まあ、さっき4回だったんで、あ、これは超えてほしい。超えろ、よしよしよし、おう、もう一回もう一回、おしおう、まだ行こう、まだ行こう、よいしょ、おお、7、演出としては、嫌いではないな。時間の残り玉で当たってもダメなんですよね。今日も楽しかったです。コミ読みしてありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。ですよねって結果認識がならない。また微妙な、見る分には楽しいね。だから緑だから、うるさい山田。あ、緑でね。いや、ルリちゃん出てくるよ。8以上でチャンス、10で祝福だそうです。8以上か、うん、もう1回行けよかったな。ロトパチ電柱保留ってそもそも1個しかないんですよね。うるさいバラバラ、冬いい、緑は空気だろ、山。そうですね。今日は2400発見れないですか。どうでしょう。300分の1を2回当てて2200発しか出てないのか、ケース代だな。あー、でもまあ ST がね、連チャンすればまたこれはまた変わってくるからね。山田電サポで当たり引けなきゃエンディングでデスソースだったね。いい風呂だった。山ちゃん当たってないよね、まさか。当たって時短なんてことはないよね。当たって時短ですよ。出来れだとしてもゆらゆらしてるボールがあの位置に落ちる技術ってすごいよね。すごいですよね、あれ。どうやってやってるのかよくわかんないですもんね。うん、なんであんなぴったりに落ちるのかがね。後ろからポコってなんか出てんじゃないですか。あ、押される、押すやつかなんか。さっきってなんであんな、ね、なんでどうやって焼くもの出たんですか。え、焼くものが、いやいや、こっちのなでしこ。ああ、なんかそう、ビビットなんだ。あ、ビビットルーレットね。そうそう、ちょっとそれ見たかったな。マジですか。でも山ちゃんらしいから言うです。山ちゃんとあんちゃん、来週の火曜か水曜ってお店にいますか。来週の火曜か水曜、自分は火曜日はいますね。自分はお蕎麦にいます。はい、な、何日ですか。11日、火曜日は、火曜日はいます。超えろ超えろ、うわ、おお、8、おお、9、10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 、
この放送2番です。10来たよ、10、はい、10は当たりなの、どうなの、すげえ名言か。これ10は確定でしょ。これ外したらウケるよね。いやいや、さっき10は祝福って言ってたよね。モノタモノタどうなの、これモノタでしょ。え、10は微妙、嘘、わかんない。あ、え、なんで 2.5 なの。確定だろ、ポロタ、確定じゃないよ、確定は10以上。10以上え、でも10入るんじゃないの。外れたらなんて言うんだろう、当てたら寝る、確定確定。誰を祝福してるんだっていうの、虹じゃなかったけど10は確定でしょ、ほら、来たの、審議中名言、10来たよ、祝福でしょこれ。山田、お前もできるだろう、確定おめ、ちなみになでしこ打ってるのはあんちゃんですか。あ、また逆、これな、そのまんまでしたね、そのまんまでしたね。山ちゃんです。これでも何のチャンスアップもないけど、え、大丈夫だよ、役物が一切動かないな、しかも、揃ったら確定。うそだせいやいやいや、10までいって外れんの。なにこれ。いや、今日は見せてくれますね、最後まで。やっぱり調子良かったですね。いや、素晴らしいですよ、今日は。ダサいですよ、今日は。保留変わらないから。いや、重祝福じゃないよ、コメントで書いてあったんですよ、でも。やっぱり山ちゃんでしたか、持ってませんね、からの脱線。あちゃん、あ、何日勝つに来るん、バイパルコ。下旬ぐらいですね。確定外し、やつ、名言登録決定、数字が揃うまで喜ぶな、超ダセ、10で祝福って言ったやつ出てこい、よくそれだけリスナーに出す言わせる展開を見せてくれるのがすごいよ、ある意味、楽しい、寒すぎる、ガセコメに踊らされる山。10までいって外れんの、名言増えた、マジか、祝福は祝福って辞書引こう、山ちゃんさすが、本当だよ、祝福って言われない、人が紛れ込んでんな、ダセ祭りひどすぎるぞ、また一つ名言が面白い、神放送なんだよ、うん、山本の名言集その39、10来たよ、これ祝福でしょからの40、10来たのは外れるのは審議の結果登録されました。中心に YouTube 見るように連絡しなきゃ、祝福の代わりに脱税お願いします。山ちゃん擁護するわけじゃないけど、これこういう体なんだよ、リスナー煽るのはプロ級、今回はなでしこのネガティブキャンペーンなので熱そうな ところを外していきます。や、的には、見せ場作れて祝福だったな、だって。やが、今日はいろいろやるからコメン数もう1800じゃねえか。左打ちしてください。もう1800ですか、はい、じゃあ、あんちゃん、じゃあ交代しようか。今度こそ。いや、このままいかないですよ。今度こそ交代しようよ。当たるとは言ってない。煽りでもなんでもなく祝福でしょ、お、待って待って、赤かった何のチャンスアップもないのあれ。ちょっと、なんだろこれ。分かった、せこい、また同じ名言言うのかい。惰性メーターが10溜まったんだよ、赤赤い、上杉達也、熱そうな演出してるだろう、外れるんだぜ、今真っ青だったけど超惰性、手邪魔、外れるのかよ、お、待って待って赤い、待って待って赤かった、山田もういいよ、面白い、名言しよう、あんちゃん交換しようかね、交換しようよ、あ、ちょっと待って、あんちゃん交代、あんちゃん交代しよう。もうそれネタじゃねえか、ちょっとずれたかもしれないです。もしかしてだけど、10外したの山ちゃんだけじゃないの、ゼロのオープニング予告みたいに、待って赤いよ、なでしこのいいところに、弱い展開でも当たるが あるが、それ以上に熱そう、もうね、あれずれてません、向こうちょっと俺、あ、ずれましたね、当たっちゃったんで、はい、ロトパチをね、はい、当てますよ、あ、こっちで当ててくれるんですね、ラッシュ入れてください、はいはい、デジャブね、もう電柱手入れしよう、ナナシコのいいところに弱い展開でも当たるが、それ以上に熱そうなのも外し、熱そうなの外しもある、過去の失敗から学ばない山ちゃんなのであった、このままいけよ、今日キャプツバー初当たり3回引けました、3回とも ST 入らず、これもアトロクライターのおかげです、本当に禁煙考えます。いや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 、それね、だいぶ溜まってるよ、今そのライトだいぶ溜まってるから、
いつか放出したいか、禁煙した方がいいかもしれないですね。もうベテランの芸だよ。放送何時までです？2時ですね。最後まで打てよ。交代直訴したけど山ちゃんあと10分でロトパチで何人ができるんだよ。もうあと10分はい。あ、緑保留じゃんと緑保留ロトパチ逃げて、もう2台ロトパチでいいよ。面白すぎて洗濯物まだ干せてない。きっと洗濯機の中でカビてるよ。どうしてくれるんだよ。いやもうなでしこいいよ。そうだよ、重外しは山ちゃんだけだよ。いや、なでしこみたい。来週は何打つんですか。なんだこれ、外れないよ。全部来週決まってないですね。決まってないですね、まださすが職人型ですね。あんちゃん頑張って。ロトパチでチョクラッシュ引けたら、今日は帳消しにしてやる。山本さん、銃を外した時の感情を顔で表現お願いします。3、2、1、どうぞ。俺も外そうだけど山田お前ほどじゃねえな。これから浜中4つ来た、4つ来た、浜中4つ来たよ。行くんですか。行きますよ。あ、でもね、これ今上乗せが9個あるんですよ、9個、はい、これで、あ、じゃあ激アツですよ。これでね、うん、下が揃えば多分結構熱いと思います。おこっちみんな、今週もなでしこだろこれ。あ、来週もなでしこだろ。でもこれ、まだ下揃ってないんですか。下揃ってない。下が揃えば、揃えば上の上乗せ9個だから。はい、上のって何ですか。あれ何これ、残念、嘘。上のって何ですか。いやね、ここに上乗せって右上にあるんですよ。はい、ね、何が上乗せされるんですか。多分だから光ってる数字が光るところかってこと。そうそうそう。ああ、なるほどなるほど。出せ出せ。どこまで行くかな。寝台のルパン打とうよ来週。こっち見ない。来週もなでしこ、来週はなでしこリベンジ。青だから無理ね。これから浜名湖なのに、いやもう行かないよ。今日綺麗、新店綺麗の綺麗で、128K 負けました。泣けるね。マイホに戻ります。そんなに使ったんだ。もうすぐ2000。あ、また4つ揃った。うん、なんかこれから浜名湖行く。なんかゴールドですよこれ。弾が下に下の落ちるときや騒ぐんだろうな。やっぱりダサい山田。あ、待って待って、赤い赤いってさっき興奮してたけど、こっち見てもう一回言って、職人芸黙ってろ。名言、下が当たれば熱いでしょ。すーん、残念。3人はいつ岡山来るんですか。3人では行かないですよ。3人では行かないです。あんちゃんは、あんちゃんはいつ行くの。これなかなか5個揃わない、ね、土曜日、日曜日です。今週の土日、はい、あ、岡山の方、今週の土日だそうですよ。リスナー反応少なってんぞ。関東初のルパンで1000やっと超えた池澤さんに、そろそろ2000個目の山田謝る。新ルパンもいいね。25分の1も山ちゃんには辛いかな。キャプツバ打ってよ。なでしこはリベンジしとかないと3強からクレームくるよ。山ちゃん数字変えよ。緑、なでしこ16ラウンド見せてほしかったな。山ちゃん赤い赤い、残念ラッシュ。やっぱり3強の台は、触れないな。山ちゃん通常銀行の口座番号に変えようか。山ちゃん浜の子もう行かないとか言わないでくださいよ。いやいやいや、まだしばらくは行かないですよ。そうですね、まあ、うなぎの時期になったらね。激アツ外しまくって当たらないよ様を山田チックっていうことにしましょう。口座番号じゃなくて暗証番号にして。あんちゃん日曜の昼会いたい、岡山で。日曜の昼ですか。はい、日曜の昼は多分、あ、予定は空いてますよ一応。あ、予定空いてる。じゃあどこにあんちゃんいるんですか。どこに、どこ、何時にどことか言っときゃいいんじゃないですか。一番わかりやすいのが、はい、岡山のイオンモールのスタバとかでよければその時間ぐらいには行ってもいいですよ。何時ですか、何時ですか。なんか指定してもらっていいですよ。あ、スタバの岡山のイオンモールのスタバに時間指定していただければ、うん、ただ9時からは、うん、JA の、うん、直売所に行くんで、うん、11時ぐらいでしたら別にいいですよ。あ、だそうですよ。もしそれでよければコメントしといてください。娘さんの誕生日とか、浜名湖じゃなくて今日は山梨か。ツイッターでやり取りすれば、はい、山梨はね、うん、ニコラスが土日行きます。あ、そうなの。あ、そうなの。はい、ツイッターでやり取りすればあんちゃんやってないっつって、ね、山ちゃんが交代したいんだから当ててね、仕入れかよ。岡山のスタバに日曜日いっぱいの人が集まっちゃうんじゃないの。いや、そんなことないです。まあ、もし、うん、それでよろしければ、うん、アトロクライター持ってきますよ。あ、そうですね。ちなみに浜名湖のサービスエリアのうなぎは中国産の安いやつです。直売所で何買うんだ。
あ、ぶどうです。あんちゃん岡山でも打ちに行くんですか？多分今回は行かないかなと思うんですけど。ところでロトパチは下のあたりに入るとどうなるのでしょうか？下のあたり、うん、あ、下が揃うと、うん、そのと時短がついてくる、ね、時短がついてくる、うん、でその時短中に当てると 97.5% のループに入る。ループに入ります、うん、これでもね当てたいね。あ、じゃあ11時であんちゃん圧力ライター持ってきて。あ、わかりました。11時にどこのスタバ？岡山の駅の近くのイオンモールのスタバが確か。岡山駅の近くのイオンモールのスタバね。はい、でお願いします。わかりました。はい、そこでお願いします。先月新大阪で山田店長って声かけて手振ったけど無視されました。ショックでその日山形牛食べました。え、新大阪？うん、全速前進。あ、ちょっとこれが疑似なんだ。玉がなくなっちゃった。あ、あんちゃんの私服が見たい。岡山とか山梨とか気候なは何か新事業するんですか？いや違います。完全な趣味です。完全な趣味です、はい。土日のニコラス圧力ライターの配達してくれないかな？ね、多分山梨のからなんかちょっと違うところに。山梨市内じゃないらしいです、まあ、甲府市内じゃないんで、うん、番号変えたいんだよね。ああいいですね、全部黒にしよう。戸塚農園、開くと思うかな。2000コメント、あ、2000コメント皆さんありがとうございま す。たくさん今日もね。圧力さんは次の旅はいつですか？次は多分、次はでもあれでしょ、霞に行くんですよね。霞に行きたいですね。でも霞の後実は待ってるんですよね。実はもう決まってるんですよね。霞の後、霞の後は山梨。いや山梨じゃない。え、オール黒。あ、仙台、仙台。あー、仙台かね。え、山ちゃん、よし。よしじゃなくて。どうかしました？仙台が、ね、仙台が何ですか？仙台に行かないといけない。10月ぐらいに待ってますよね、うん、頑張ってください。頑張ってくださいじゃないですよ。もう聞こうな。 JA と提携してホールで果物を売れよ。あんこ的なあんちゃんにぜひ大手まんじゅうを買って帰ってください。わかりました。大手まんじゅうっていうのは、大手まんじゅうって岡山の、まあ、お土産で。せめてロトパチの時短が当たるボール入るまで見たい。そうですね、うん、ちょっとそのチャレンジはやりたいですね。あんちゃん岡山まで車？車です。来週何打ちますか？なんかルパンが多そうですよね。あ、2000個目矢がダサいおかげです。さすがと使ってるんですよ。2000個目余裕とか、これを池澤さんが知ったらどんな顔するんだろう。気になる。じゃあうちの社内60人連れてスタバ行きますね。ピラミッド店で141年したお礼高めのゲームです。来週は寝台もないし2機種リベンジしますか。ネオさん来週末霞です。来週じゃないですね。おい山本、自分では打たないから動画でどういう風に出るかみたいな。あー、ロトパチをね。おい、なるほどね。おい山本、黒にしたってへそで決まってるんで。あんちゃん、キコーナのゴキヒプロジェクトで農産物を調べてるんだよ。後で農産物担当重役に昇進さ。ロトパチ時短入るかどうかのチャンスアップ気にしないですか？え、あ、赤いよ赤い、うん。え、赤本流だったんですか？俺たちはアパリだ。池澤さんが知ったら、ね、でもなんか保留が赤本流より上あるらしいですよ。ルーレット保留かなんかになると激アツって書いてあります。岡山の美味しい話聞かせてくださいね。あれ外れた、はい、ホールド。ロトパチは早いうちに誰かが大勝ちしてくれしてないと誰も育ててきちゃう、まあ長野にも来てくれるって言ってましたが、いつ頃ですか？うどんです。長野です。長野ってどれぐらいかかるんですか？いや今主要道で行けば2時間ちょっとじゃないですか、ね、2時間近いね。さあ来ましたよ。来た、チャンスが来ましたよ。ちょっと揃えちゃって。いや、揃えましょう。今日最後のね見せ場作っちゃって。もう時間もちょうどいいよ。2時の戸塚だよ。山ちゃんそれ赤いだけですよ。岡山はマット系のお店行くんですか？行かないです。マックスキー出まくりっすね。山田は赤い赤ってうるせえな。チャンスアップなし。さあ2時のトスか。緑でもうるさいよね。いや、笑いすぎて背中痛いんだけど。ちょっとこれ 40% は来るんですよね時短、うん、なんだこれ。ロトパチは009と同じということ。まあそう、似てるっちゃ似てますよね。まあ似てるっちゃ似てますね。009より結構
辛いかもしれない。うん、鎌田があっちゃんに代わって2000個目超えたらおにぎりどういうものしちゃういやいや、皮もうそんな増えないですよ。戸塚の最高米数ってなんぼですか。2500、600いくつでしたっけ。あん時かな、さくらんぼの回かな。あ、さくらんぼの回は余裕で2000回超えましたね。さくらんぼの回、さくらんぼ抽選の回、抽選の時、あん時結構多かったような気がするな。山ちゃん今夜最後に言わせてね。今日の山ちゃん最高に出せ、この残念ってちょっと精神的にやられるよ。 XY じゃない、似てるの、全然似てないだろ。 XY の方が近い、 XY の方が近い、おい山本盤面の反射ですごい顔映ってたぞ、笑顔はどうした。 40% の時短すら引けないのか。山いちいち赤い赤い言うな、猿のん猿のケツでも見とけ。来週もロトパチかな。あんちゃんこっち向いて。はい、頑張ってます。はい、映ってないです。もっともうちょい行こう。もうちょい内側。もうちょい。これね、ロトパチのラッシュ、はい、本当入れたいですね。入れたいですよね。ちょっと見たいね。見たいですよね。もうだいぶコメントも落ち着いてきましたからね。もうみんな。7回時短があればいけそうだけどな。いや、行かなかったですから。7回時短よりも、うん、上乗せがいっぱいあった方がいいと思います。25分の1も当てられないのか。来週リベンジやな、ロトパチ来週ロトパチ2台でやりますか。地味だよ、これ地味だよ、これ2台は地味だよ残念、うん、まあ、ルパンか。ルパン翼はやったんですか、どっか。翼は月曜日、火曜日やってますね。ルパンはまだやってない。あ、ルパンは先週か。ルパンは先週で、今週は月曜日伊勢崎でやってます。微妙だな。ルパンの新旧対決？あ、それもいいですね。山ちゃんに代わってから当たらないな。ロトパチで200ハマりはやめてね。山ちゃん、金玉を手に入れようぜ。これからロトパチ裏で毎週ニコラスに打たせておけばいい。でラッシュ引いて単発つくまでが見せ場よ。当たるまでやってくれるなら俺は見続けるぞ。明日休み。それはかもね。ね、もうね、脱線って打つので指がパンパンなんですよ、リスナーは。もう指が痛いんですよ。だから米も落ち着くんですよ。なるほど。アンケしよう。あれ、なんか後ろの動き始めたよ。うん。なでしこは願ってのままでいいのか。あんまり関係ないです。来週は山がルパン、アンちゃんがロトパチ。山ちゃんじゃ朝までやっても当たらねえぞ。一足を先に寝ます。アトロクさん、アンちゃん、山ちゃん、今夜も楽しい放送ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。山ちゃんまた、次回頑張ってくださいね。かしこまりました。はい、おやすみなさい。来週はロトパチ4台です。アンケート、ルパンは一番配信多いんじゃないかな。そうですね、ルパン新旧面白そう。ルパンは当たらないからダメだね。山ちゃんプライベートでは出るんですか。いや全然出ないんです、はい。今回のルパン通常時が苦痛すぎる。あ、あんちゃん緑保留、緑保留が一応来てることは来てるんですけど、ちょっときついかなって感じですね。山のせいで俺の PC のキーボードの D と S がすり減ってるんで、いや緑保留だぞ。鬼武者、鬼武者、鬼武者、鬼武者。ロトパチラッシュが見たい、うん、ロトパチラッシュ見たいですよね。見たいですね、皆さん。ロトパチのラッシュは僕も見たいんですよ。山田の鬼武者が見たくて仕方ない同じ展開になるかどうかは分かんないですよ。いや、いい展開しかもう出ないですよあーちゃんまた緑ホール入ってる。いや、これさっきの緑掘り、さっきのやつ。ちょっと1回だけね、時短やりたいですよね、うん。まあ、時短ぐらいは結構来るんじゃないですか。まあまあ来るでしょう。50回転も、とりあえずラッシュ入るまで毎週片方はロトパチ打とうまあじゃあ来週もロトパチやります。やりますか。片っぽは山田ロトパチを来週までにラッシュ入れとけよ。1週間あればいけるだろ。3強も斬新な台出したね。
おいみんな山田が鬼見さんに対して自信満々なんだがどう思いますか。山ちゃん頑張って当てて。じゃあロトパチと新ルパン。ロトパチと新ルパンか。そこに行けばね。ああ行けなくはないですね。桜を見たら俺を思い出してくれないか。ロトパチラッシュ入れた上で即スルーする山がみたい。やったー、来週もロトパチ。だからもう 2.5% はなかなか引けないよ。いや、伝説になりますよ。うん、ルパンなら見ないわ。まあみんなね、いろんなの見たいだろうからね。来週はロトパチとダビスタ。ダビスタないかな。桜を見たら矢を思い出してくれないか。お、あんちゃんそれは？いや全然。あ全然。ロトパチ地味だからあと1台は派手な台にしよう。スケバンデカ。せめてね。うん。スケバンデカ。スケバンデカは今もうないで。うん。来週の入れ替えはスロットスロットだけですね。ね。負けに地味な。オキドキとハッピージャグラーなんで、いや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 、オキドキね、面白いですよね。いや絵的にはでも地味じゃないですか。まあまあそうね。オキドキね、うん、2回フリーズ引いてすごいな。6連と3連ですか。ロトパスとキャプツバロトパスとキャプツバ、なでしこのラッシュ見せてよ、レンちゃん。でもロトパチはあれ一発に持っていけばキャプツバとかの隣に持ってきますよね、うん。ルパンのスマホ邪魔。結局2人で時短獲得3回だけ。ロトパチ、あんちゃん何回やった。あんちゃん3回やった。4回やった。4回みたいです。まだ時間時短が0ですか、うん。2.5% って言うと40分の1か、そう言うとすぐ落ちそうな気がする。鬼武者、また今日もすいませんけど寝かせていただけないでしょうか。このパターンか。そろそろ山田は鬼武者かカーボーイ行こう。今来たんですがロトパチの状況を教えてください。一回も当たってないです。ルパンの動画はお腹いっぱいだよな。ロトパチの、静止音を聞くとスーパービンゴを思い出す。あ、鬼武者とロトパチ。確かにね、鬼武者とロトパチ。微妙だけどね、鬼武者見たいって。それさ、戸塚だからだよね、多分ね。鬼武者はね、うん、もういっぱいやったから。うん、カウボーイってまだあるんですか。ない。カウボーイはもうないですね。なでしこのみんな出てくるのうざいね。でも新ルパン聞こうなでは爆連してないよね。してないね、してない。キコちゃん、キコちゃんだってやったの伊勢崎だけです。伊勢崎と先週のあれですよね。鎌田。鎌田だけですね。うん、何年ぐらいしたんですか。あの伊勢崎は当たってないです。え、当たらず。当たらず。高橋店長当たらなかったんですか。高橋店長はキャプテン翼打ってました。あ、でキャプテン翼は単発1回です、ね。じゃあ鬼武者とロトパチでいいねって。さよなら鬼武者、ありがとう鬼武者の巻き。ゴットはゴットないんですよ。当たる前に撤去したんか山田。ルパンだってケースだもん。当たらずお前が言うな。や、戸塚だからよ。鬼武者見てんだよ。山田の自信が確信に変わるのか見届けたいんだよ。ルパンの稼働どうですか。すごくいいですよ。ルパンの稼働はいいですね、うん。お、早い早い、時短そろそろ来てよ、うん。あと下の1個、ね、7が来ればね。カーボーイ見たかった。もう鬼武者がなくなるから来週やろ。鬼武者っていつの台だっけ。いや、まだまだありますよ、うん。お、ダメ。これ時短ってつかないね。交代しなかった方がチャンスあったんじゃないか。いけそう。キングオブファイターズは出ない、ファイターズはない。ないです、ないですね。てか鬼武者のマックスってまだあるの。あります、あります。やっぱ戸塚は鬼武者カーボーイ、桃源でしょ。山田来週鬼武者打ち納めしようぜ。ロトパチ結構セクシーな声出してくれるんじゃないか。戸塚にアップルシードありますか。
あります。アップルシードありますよ。山田残念しか見ててねえぞ。あれなんかあれなんか画面が決めた。おドット、え、なにこれ、あれ、お、なにこれ、あ、今までの中で一番熱い。あ、それ熱い。全回転、なにこれ、なにこれ、これ見たことないよ。ドットラッシュ、ん、ドットラッシュ、なにこれ、これが赤、あの色がドットラッシュも赤とかになっていけば、文字が直撃か。え、ドットは青から変わんないけど来るかな。あ、4つ揃った。うん、頼むよ、時短ついて。山田ラストに見せるか。おお、何これ。あ、俺よりはいい線いってる。赤まで来てるよ。いくでしょう。来た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 。おお、揃った。じゃあこれを最後1画面にしましょうか。そうですね、せっかくなんで。そうですね、せっかくなんで山ちゃんのこの時短を見て今日はねエンディングに行きましょうか。まあラッチに入ったら別ですけど、ね、ラストチャンス。これレインボーだった今。レインボー、え、少な、少な、レインボーでしょ。これからだぞ。いや大切なのはこっからだ。こっからです、こっからです。今まだこっからで増やしていくんで。あ、こっから増えていくんだ、光ってるところが、はい。時短は1回です、ラストだね。いや、わかんないですね、まだ、うん、あ、時短7回だ。あ、7回だこれ。7回暑いんじゃないの、山ちゃん。結構増えたよ。大丈夫です、そう簡単なもんじゃないです。いやー、ノーモーメント。さあ、7回転の時短ですけれども、どうでしょうか、山ちゃん。時短を引くのも大、大変な台ですね。そうですね、ロットパチの時短7回とはどういう意味ですか。時短回数がですね、1回7回無限とかあるんですよね。頼むよ。時短回数言うなや、面白くない。7回でも 30% ないからな。俺たちの夢を山ちゃんに託したないの、ね、で、この光ってる、のがぐるぐる回ってちょっとね、はい、数字が少ないよ。え、でも分かんないですよ、逆に熱いかもしれない。もうここでいけ、ここで早くやって。おしゅ、さあ、どうですか。光ってるところに入れば大当たり、97.5% の。全然ないじゃないですか。耐えて耐えて耐えて。あ、耐えてる耐えてる耐えて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 。あー、手前。はい、お疲れ様でした。少ないや、山田だからな、今日ロトパチだったのか最初から見たかったな。あ、ぜひあの YouTube の方で見てください。プー、出せ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 ですよね。何やってんだ、出せ。これね、難しいね。いや、難しいですね。ね、あれをちゃんと落とすのはね、しっかりお仕事しましたね。じゃあ来週もやりましょう。じゃあロトパチ、じゃあ来週もロトパチでいきましょうか。はい、もう本当に体がビクッとなるんだよ。来週に持ち越しですね。残念残念、ダサいね、嘘やろ、好き。やっぱり結構ね、暑そうなリーチ。まあでもそうだよね、しょうがないね。うん、はい、じゃあエンディングいきますか。いや、これロトパチは逆に面白さを伝えられたんじゃないかなっていう当たってないけど、ね、手に汗握る展開がね、分かった。よ、うん、5つ揃った時の右時短は面白いですよね。面白い、1回ならともかく時短7回で弾けないのはね、だっせ。2台とも同じ台でいいよ来週。ね、まあ、お疲れ、まあね、お疲れ。ちょっとロトパチ2台にするかどうかをちょっと検討しましょう、うん、てか鬼武者とロトパチだね。ロトと鬼武者どんだけ要望すごいの俺ロトパチ打ちたいもんな。あ、でも鬼武者同じ島にあるから、まあね、あ、割と近くにあるっちゃあるんですよね。あ、割と近くに鬼武者と奥、もうちょっと奥行けば鬼武者あるんで実は。あ、あるんですか、はい、あります。なるほど、あ、まあじゃあその辺はちょっとね、はい、要素を相談と、はい、いうことでね。はい、ということで本日もお疲れ様でした、はい、お疲れ様でしたということで本日は山ちゃんがね、なんとかなでしこをね、なでしこ、お、初当たり2回ですか。はい、はい、すごいですよね、今日はいい感じで。あの引き弱天井返上ですよね、あの関東の中の。当たんないとかよくわかんない
だいぶ強気ですね、今日は当たってますからね。今日は強気、も入ったし強気な発言だ。そうそうそう、299ぐらいはね、ああミドルぐらいやったらもう当たるよそんなのみたいなね感じですね。あんちゃんの出せは見たくない。ロト見るの面白いけど俺は当たねえな。カレーナイスティするありがとう。山ルリちゃん好き、ルリちゃん好きですね。鬼武者2台シンルパンだって。ドキドキはドキドキはできる台だね。はい、ロトパチ面白いから増大しないよ。鬼は決定事項暗記してみて。鬼武者と鬼武者それはちょっと絵的にきついかな。ね、今日の一番は矢の手だな。リスナーの要望に応えるのが店長の仕事ってことで鬼武者ね。学園入ったっけ。学園入りましたよ。入った入ってた。駆け抜けたけどね。スルーしてただろ。74% はね、うん、抜けるね。いや、抜けないよ、そんなに。鬼武者だったら来週も見ますきり。ロトパチはホールの角悪そう。2時間前も言ったけど、山田太ったろ。太ってない、太ってない。時短ちょっと痩せましたよ。比べたら負けてんじゃないかと。山ちゃん痩せようよ。もう一回正面から見せて、山ちゃん。さっきの手、やって。手。これじゃない。信頼プロモーションする気ないよね。鬼武者だったら山田の名言集が増えるな。山ちゃんの格言シリーズで何か作ることに期待。鬼武者とストレイン、ストレインはないな。あ、でも格言シリーズあれですよね。いやいや、何が格言なのか知らないし。いや、シール。いやだから格言じゃあ1から上げてみてくださいよ。わかんないですよ。ありすぎてわかんないよ。しかも自分で格言なんて言えないし、ね。2300コメントさ、とつかさすがやな。鬼武者とバーディー名言だよ。格言じゃないよ。はい、ということで、最後に告知お願いします。はい。はい、まあ、花系の日ですか。はい。花系の日がございますけどね。はい。うちでは一応8月8日の日はですね、はい、スロットコーナーの、はい、雑誌出ちゃうの取材が、はい、予定されておりますので、はい、出ちゃうのね、取材がありますので、はい、ぜひとも、まあ、スロットファンの皆様お越しいただければと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、まあ、花系の日もですね、はい、ぜひとも、うん、まあ、8月7日、8月7、はい、7ですね、7、8と、あ、そうそう、花の、はい、花の刑事のね、そうですね、8月なんね、はい、ぜひあのお楽しみいただければ。お、刑事いいんじゃないですか。やっぱね、全国的に多分ね、刑事好きな店長とかもいらっしゃるでしょうからね。はい、まあ、まあね、そうですね、まあまあ、みんな花系打ったらいいんじゃない。歌舞伎通すよ。歌舞伎通す、さすが刑事張りにね。もうね、みんな脱線いっぱい言えるかもしれないけどね。これで2台の角減ったらこの放送の影響だと。関東関西合わせて戸塚が一番面白いわ。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ戸塚には最強、最高、お疲れ様。名言でした、間違えた。名言リスト作って戸塚に送付するわ。いつまでも脱線山ちゃんでいてください。戸塚安定して面白い。なんだかんだ言ってもみんな山が好き。告知してる時だけだな、店長っぽい顔してる。今週も終わりですね。はい。そう、一応、はい、来週あと入れ替えですね。はい、ちょっと今回スロットだけなんですけども、はい、オキドキと、はい、ハッピージャグラー、お、何台ぐらい入るんですか。4台ずつ入ります。あ、4台ずつ、はい、オキドキとハッピージャグラー入りますので、はい、ハッピー V2 の方ですね。あ、 V2 新しい方ですね。はい、はい、入りますので、よろしくお願いします。ジャグラー好きの方で遊び来てください。はい、はい、あっちゃんちょこちょこ宣伝入れてくるところが酒パン。まさかのニコラス一日店長就任。今日もありがとうね。来週の入れ替えは何入るんですか。あ、今言ったね、来週はその2機種だけですね。スロットだけですね。はい、来週は、オキドキと、ハッピージャグラーです。はい、そうですね、そうです。一応その次の週も予定はしておりますんで、はい、17日の予定ですので、毎週、はい、はい、あっちゃんあんちゃんお疲れ、楽しかった、あ、お腹よじれるほど笑った、みんなお疲れ。山田もう一回あの手の振りやって、クソ眠いのに結局最後まで見ちゃったやつ、ね。はい、ありがとうございます。明日仕事休むわ、笑いすぎて疲れた。仕事は行こう、仕事は行ってください。あっちゃんお疲れ、あの手見たいということで、また来週もね見れると思いますので、はい、ぜひ来週の放送も見ていただければいいかなと。お願いします。ちなみにあれですか、はい、自分9日、うん、あれですね、岡山、岡山日曜日の11時にスタバで、よろしくお願いします。岡山のイオンモールの中にあるスタバですよね。はい、まあ、ね、何名様でもご集合いただけそうですね。あの岡山近辺の方、あんちゃんが岡山駅のイオンモールのスタバに11時頃、はい、現れますので、なんだって、あんちゃん襲来しますんでね。
ぜひあのお近くの方いらっしゃいました遊びに行ってね。え全身タイツ行くの？行かないですよ。行かないですよ全身タイツなんて。捕まりますよ。岡山は4ホールの中のスタバに11時ですよ。はい。4ホールの中の。じゃあ、うん、あれ着ていきます？バトラー君 T シャツ。まずいか。それはまずいか。バトラー君 T シャツはね、いらない。そういうのじゃないよ、あんちゃん。うん、あのあんちゃんそうじゃないよ。実はあの三世柄のあれ着てるとか、見てくださいよってその場で、その場でパーって抜いて三世柄とかね。その方が面白いよ。その方が面白い。うん、その方が面白い。いや、ハート様でいいんじゃない。それでちょっと捕まっちゃうやつかもしれない、ね。捕まっちゃいますよ。あんちゃんスタバ全国暗記始まるオフ会、お疲れ様でした。楽しかったです。しくしくと、腹筋、鍛えられた、ワンダーコアよりすごい山ちゃん、いいな岡山。山ちゃんはどこかに修羅しないですか？今のところはまだ予定はないですね、はい。賛成からありますあります。あります、うん。あっちゃんツイキャスするでしょ。俺行かないから。再来週は九州でお願いします。秋は名古屋へお願いしますということでね。名古屋もね行きたいなと思ってるんですけど、うん、まあ、そのうちね名古屋行ってみたいね。まあ、そのうちいろいろ考えましょうね。はい、そういうことを言ってたら多分次回の放送だよ。だってなんか言ってたじゃん、なんかすごいパーキングがあるみたいな話。あ、カリア、カリア、そうそうそうね、カリアね。ただ来週あたりはね、うん、あのお盆に入っちゃうから。あ、そうだ、来週はちょっとお盆休みだわ、うん、みんなお盆休み ね、お盆休み戸塚店に遊びに来てください。お待ちしております。待ってますよ戸塚ね。はい、また来週楽しみにしてます。おつろくということね。はい、はい、こんな感じで今日の放送は、終了したいと思いますので、はい、皆さん、早く寝てください。はい。はい、といったところで本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。ありがとうございました。皆さん、おやすみなさい。さい、はい、久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。最近どう？しくしくと生きてます。相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく。前も言ってた。聞こうな。